あ、こんばんは。アルチョコさんいらっしゃい、こんばんは。YouTube の方でもちゃんと流れてるね。よし。今日はですね、イベントも始まったんですけれども、俺の念願の、このね、配信を始めてから、ずっと念願でもあったんですよね。いつか、ブランキジェットシティを好きな人に見てもらって、発見してもらって、その人と、ブランキジェットシティをね、思う存分語り合いたいなという。元気さんいらっしゃい、こんばんは。結構ね、早い段階で見つけてはもらったんだよね。で、正直、彼がね、あえて彼と言わせていただこうと思うんですけど、どこまでブランキー・ジェット・シティのことを好きかっていうのはね、正直知りません。多分ね、これ聞こえてるよね？聞こえてる？みんな聞こえてる？大丈夫？聞こえてるよね？で、コメントの方はね、ちょっとなかなか追えないかもしれないので、音声は、読み上げはなしにしてます。皆さん聞こえますか？聞こえますか？聞こえてますか？大丈夫ですか？元 OK、ありがとう。YouTube の方もね、ちょっと大丈夫だな。視聴者がいる感じっぽいので。なんか映像が変だな。違う。なんか途切れてんな。あ、そういうことか。ごめんよ。ごめんよ、ごめんよ。なんかおかしかった。スモータルトさんもいらっしゃい。ギフト？もうオフ？オフにはなってない。降ってきます。多分読み上げはちょっと難しいかもしれない。んで、その念願かなってですね、かなり早い段階で俺のことを見つけてくれたんで、思い切ってね、今回誘ってみました。ブランキジェットシティ知らない人も多くいると思うんですけど、今日は、ごめんなさい。もうブランキジェットシティの話しかしないです。よかったら、聞いてってください。で、時間も特に制限かけてないです。明日に入ったら3時間で終わります。まなちょこちゃん、いらっしゃい。降ってこなかった？そっか、ごめん。じゃあ、そうですね、もう早速、呼んじゃいます。隣にいる、白目さんです。じゃあ、白目さんよろしくお願いします。ああ、どうも、ジョージ・クルーニーです。はい。お願いします。人違いだったようです。それじゃあ皆さん、ごきげんよう。だって。おら、ハートは静かにゲッツ。おら、おら、投げ銭を。あ、マタロウさん、初見さんいらっしゃい。そう、メロンソーダとチリドッグ用意して見に来てくれたかな。そうなんですよ。初見さんいらっしゃい。もうね、この世界観でわかると思うんですけど、俺はブランキジェットシティが大好きで、で、白目さんも、この隣にいるね、白目娘さんも多分ブランキジェットシティが大好きで、今回、コラボに誘ってみたんです。ほら、来たよ。メロンソーダとチリドッグを知ってる人が来たよ。白目さん。みんな、どこまでついてこれるかわからないけれど、困ったら、YouTube でし、ちなみに、これは白目さん、ブルルルル
テレ隠しなんで、みんな、皆さん、ご了承ください。白目さんは。パツキンチャンネルの、パツキンチャンネルの大和なでしこは来たぽよ。白目さんは。こういうぽよとかつけねえと。恥ずかしがり屋なんで、許してください。やりますよ。これもう何時から、何時から飲んでんの？朝10時10分ぐらい。マジか。白竹白。白竹。日本酒？うん、日本酒。うん、日本酒？うん。何？白竹白って日本酒の名前じゃないの？うん、まあまあ。日本で発売されているから、日本酒。あの、ろれつが回っていないんで、あの、ダーダラさんの方からやべえと思ったら来てくれるんで。やべえ、不安だ。話できんのかな俺これから3時間くらい話そうと思うんだけど。ああ、いいっすよ。じゃあ、ダーダラさんに語ってもらいましょう。鬼滅の刃とリアリゾンについて。もう全くブランキーじゃなくなっちゃった。頼むわ、もう。もうブラン、はい。リアディゾンとかみんな知らないから。いや、まあ、私も全くわからないんですけれども。黒船、黒船襲来ですよ。はい、ということでね。太郎さんがメロンソーダとチリドッグっておりますか？そうだよ。せっかく。そいつがあれば生きていけるんす。俺はミルクシェイクを飲むわ。いいですか、スイートな。そう、スイートなミルクシェイクを飲むわ。白目さんは、ブランキーと言ったらこのドリンク。ブランキーと言ったらこのドリンク。ストロングゼロのダブルレモン。何？何だって？もう一回。ブランキーで、ブランキーで語ってくれよ。じゃあ、いちご水を入れた透明なストロングゼロです。それ、瓶の話だから。いちご水ね。これを突き抜ける光が。そう。すげえ綺麗な。真っ白な胃腸に。いちご水がね、そもそも出る時点でだいぶマニアックだと思うわ。そう、オレンジジュースにミルク混ぜながら、つぶやくんだよ。ねえ、マタロウさん。オレンジジュースにミルク、違う、オレンジジュースとミルク混ぜながらつぶやいたって、あの子のことが好きなのは、だよ。タンバリンだよ、タンバリン。赤いタンバリン。赤いタンバリン。赤いタンバリンは一番メジャーなのかもしれないね。一般の人はね。赤いタン、私の正直、うん、うん、正直正直、その、ほらほら、会話が噛み合ってない。壁ふ違うフィールド。それはあれだよ。この、通話の問題だよ、通話の問題。確かに。ラグはありますけど。もうだからね、こう、もう、ブランキーにまつわることしか言っちゃダメ。リアディゾンとかね、谷村新司とかね、禁止。先出しの禁止。逃げ道を封じられました。ライガーとか禁止。サンダーライガーダメ？もうね、リスナー置いてけぼりじゃないとダメ。もう、あ、いや、白目さんは別に、ブランキーじゃなくても置いてけぼりか。じゃあ、置いてけぼりにしなくても何々の呼吸って言ってればいい。ダメ。それもダメ。禁止。ごめんなさいね。ブランキー。センシティブな問題でしたね。ブランキーにまつわること以外、禁止。あ、ちなみに、みんな、の刃が嫌いなわけではございませんよ。連載当初。ミトちゃんさんいらっしゃい。桜子いらっしゃい。これは鬼滅大好きだけど、大好きだけど。まあ、いいっすよね。あれも少年時代思い出すよ。ネタバレになっちゃうから言わないけど。そして私の支柱にされて。ブランキーの話をしてくださいよ、タラさん。そうだよ、全然すまんじゃん。アホなことばっかり言って。誰がアホじゃい？はい、ということでね。
まずね、俺、ブランキー好きな人にね、出会ったら、もう真っ先に聞きたいこと。まあ、今日はね、いろいろ考えてきたんだけど、それにざっくり沿いながらね、聞いていきたいと思います。もしね、はい、リスナーさんにもね、リスナーさんもね、俺もちょっとその件について話したくなっちゃったみたいなことあったら、どんどん、コメントしてくれて構わないです。拾うかもしんないし、拾わないかもしんない。多分、ブランキーの子だったら絶対拾っちゃうけどね。まあ、最初から私を選ぶのが人選ミス、うさ選ミス。いや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 、いやいやいや、そんなことないよ。俺が今までこのリスナーじゃねえ、配信をね、2年近くやってて、こう、リスナーさん配信者合わせて、白梅さんが一番多分、ブランキーのことを好きやと思ってる。勝手に。チョコラさんこんばんは。はい。ということでね、時々ね、白梅さんの音声がプチプチって切れちゃうかもしれないんですけど、ガシャガシャ。よろしくお願いします。緊張するよ。何？ダダダさん。なんて？ダダダさんの配信にお呼ばれするなんて緊張するな。してないしてない。うま。普段のコメント打ってる白梅さんとはね、ちょっと別人格が現れてるかもしれないんですけど、そこら辺ご了承ください。ポタポタ焼きがうまいんじゃ。この時間に食うポタポタ焼きがうまいんじゃ。これね、恥ずかしいからこうやってんですね、みんな。白梅さんもね、たまに配信してるんで、よかったらみんな、フォローしてもらって、見に行ってもらえたらと思います。あ、やめといた方がいいです。はい。ということで。凍結しております。はい。ということで、はい。本題に、はい、本題にね、はい、入っていこうと思います。はい。はい、うまい。まずね、うん、俺が一発目聞きたいのは、はい、ブランキーとの出会いだね。その、ブランキー・ジェットシティを、知ったきっかけだったり、まあ好きになったきっかけというか、そこら辺聞いていきたいなと思ってます。そこら辺どうでしょう？まあ言葉下手なんで話が前後するかもですか？あ、もう全然全然、全然全然構わないです。まあ私は別に音楽、少年、音楽少女じゃなかったわけです。はい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 、おさんがなんか言っとるぜ。続けて続けて続けて、構わん構わんよ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 、一向に構わん、構わんよ、照れなくても照れてねってことで、恥ずかしがらずに、別に音楽とかさほど多分興味はないですよね。うん。で、まあそうやって過ごしてても、適当に遊ぶじゃない。二人。遊ぶ。なんか適当に。うん。友達と？そうそう。友達いねえとか言うんじゃねえぞ。いいから続け。ましたよ。続けろ。余計なこと。進みませんね。まるでドラゴンボールのアニメ、うん、はい。はい。だから、要するに、まあ、そんな時にね、家に帰る。家に帰ってある時、うん。ある時巣立つと。まあ、姉が一人いるんで、いなくなるわけですよ、家。はいはいはい。で、寂しいな、思ったり思う。まあ、慣れてくる。はい。で、そんな時に、なんかね、いろいろなものをね、残して、まあ、例えば、まあ、ブランキーじゃないですけど。はいはい。まあ、姉はビジュアル系が、綺麗だと。つまり、お姉さんの、こう、そうそうそう、趣味を、こう、ちょいちょい、引っ張り出してみたいな。そうそうそう。引っ張り出して。まあ、昔から、その、隣の部屋聞こえてた。はいはい。で、唯一、聞いたことがなかった曲が、それ、あります。あ、じゃあ、そういう最初は、その、まあ、なんていうの、他のアーティスト、ビジュアル系、そうそうそう、そうですね。が多く聞いてて、まあ、結構、じゃあメジャーどころだったのかな。
まあ大体はそうですよ。黒夢だと。はいはい。あ、ど、聞いたことあるような曲を。そう、聞いたこと。はい、聞いてみて。ブランキー自体はもう全然、その時はもう興味なかった感じだったのかな。もう興味なかったとか全然知らなかった。はいはいはい。もう年も離しね、そんな趣味とか、どうでもいいと思う。はいはい。で、そんな時にね、ある一つのアルバムを見つけるわけ。お、何のアルバムだったんでしょう、それは。部屋にポトンと落ち。部屋にポトンと落ちていた。そうそう。そのアルバムは、で聞いてみようたのが、最初の出会いですね。はいはい。それがロメオの心。ロメオ。ロメオの心臓と書いて。心臓と書いて。心。心。心で合ってます。わかんない。心だ。俺ずっとロメオの心臓って呼んでた。多分ね、ロメオの後から私も聞いて、そう。私もロメオの心臓って呼んでた。そう書いてあるから。っていうことは、かなり、まあ俺にしたらかなり最近だね。だから、もう、終盤だよね。もう。もうそうでしょうね。もう終盤らしいですね。終盤だね、うん。そう。で、最初そのロメオをかけるじゃないですか。はい。そして別にね、なんとも思わなかった。うん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 。本当に聞いてるうち。心だった。そうなんです。まあ、マタロウさんも知らなかった。で、まあ、それを聞いてて。聞いてて。最初なんだっけ、まあ、何が入ってたかな、よく覚えてないですけど、いいですかね。あ、もう全然いいよ。俺の方ですぐ、それこそ、検索するし。多分赤いタンバリンとか入って、ね、で、題名にある通り、ロメオっていう曲。はい、はい。ただ、最初に聞いたものが、パイナップルサンドだ。おー、激しい。激しい、うんうんうん、そう。まあ、激しいっちゃ激しい。僕はヤンキー。彼女は死んだ。僕はヤンキー入って。彼女は死んだ。ハッピーサンデーモーニング。古い灯台。あったかな、なんかそれだけ聞くともうなんかわかんないんで、YouTube とか見てきますねってなっちゃう。YouTube、みんなもわからなかったら見てくるぽよ。いやーね。うん、そうだね。赤いタンバリンだから、本当一番乗ってる時ではあったのかもしれないね、終盤だけど。そうね。世間的には。ガダさんからしてみれば、おそらく、まあ、2000年より前だでしょ？もちろん、2000年にブランキー・ジェット・シティは解散しています。私からしたら、6か7か8か、そうだね。だったような気がするんですけど、ね、うん、私からしたら、まあ、新しい方です、なんです。そうだね。だって、実際のオリジナルのアルバムって言ったら、この、ロメオの心臓、心の後に、ハーレムジェッツで終わってんだよね。多分、あとは、ベストとかは出てるけど、完全なオリジナルはこの後のハーレムジェッツで終わってるはず。うんうん、あ、じゃあ、あれっすか、ちょっとすいません、聞きたいんですけど。はい。モンキーストリップとか、あれは？モンキーストリップはライブビデオだね。多分うちにもあったかも。それも多分ある。まあそうなんだよね。最初の出会いとしたらロメオの心臓、はいはいはい、心、はいはい。それです。で、はい。この好きになったきっかけの曲みたいのある？このロメオの中にあったりするのかな？グッとつかまれたって言われたら別に。聞いた印象としてはそうでもない。おお、じゃあこれでなんとなく興味を持って他のも聞いてみようみたいな感じになったのかな。うんうん。こっから遡った感じ？遡ったとか別に多分なんかきっかけはあるんでしょうけど。うん。まあロメオから入って、多分そこで終わってたらなんとなく聞いてたのかもしれないんです。はいはいはい。なんかね、歌詞を見たんです。おうおう。え、で何の？ね、それこそパイナップルサンドだ。はいはい。で、歌詞、普通つうか、愛だの恋だの書いてある。
まあ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 、ね、まあ、間の恋だの作りやすいよね、曲としてはね。大概の、大概みんな男女の絡むよね。そう、そう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 って言いながらそうなのかって思ってますけど、なんか本当に、こんなん経験したことないけど、こんなんあるんだ、ありえそうだな、みたいな歌詞があって、はいはい。記憶を手繰りながらなんですいや、もう全然ゆっくりしていただいて。時間制限は、ね。リンダさん。メリンダさん。ミリンダ。ミリンダかな。ミリンダか。が。ある日ミリンダが、朝方のクラブで。そう。陽気にサンバ踊ってる時だね。そうです。それこそ出だしっすよね。泥酔した。こんばんにゃつ。ありがとう。にゃんこちゃん、かずもくさんいらっしゃい。泥酔したグレッチだよね。階段から転がしたんだよ。そう。で、泥酔したグレッチ、その歌詞の中に。どんどん出てくる。そう、どんどん出てくるでしょ。さすが、さすがですよね。さすがって私が言っていいのだろう。大体俺、全曲わかる。ラブフレッシュフィーバーあたりから怪しくなるけど。こっから多分ハマった。なんか、でも、そのパイナップルサンドの。はいはい。ある日、ミリンダさんが朝方のクラブで陽気にサンバを踊ってたわけです。うん。そこまではいいんですけど、いきなり泥酔したグレッチが階段の上から転がり落ちてきたわけですよ。なんじゃこりゃ、つって。おえーっつって。まあ、要するにね、皆様にわかりやすく言うならば、今の私が、そうだね。皆様のうちの階段があるね。みんながね、サンバ踊ってる時にね。サンバ踊っみんながサンバ踊ってる時でも、まあ何か楽しいことに行けと、まあゲームでも何でもいいですよ。ふんふんってやってる時に、泥酔した私が上から、うるるるるるつって転がり落ちてきて、で、最後の手すりで額を切るんですよね、バッんだらば、自衛隊さん、こんにちは。あ、ごめんごめん。はい、いいですよ。情報多いと。まあ分かりやすく言ってる方なんですけども。いやいや、もうこんなもんですよ。大丈夫ですかね。もう全然、全然大丈夫です。もう俺楽しくてしょうがない。マジですか。で、その最後の手すりで、その泥酔したグレッチさんが額を切るわけじゃない。切る切る。切った。額を切った、つって。うん。で、そしたらその後、なんかどうなるんだろうって思うじゃないですか。全然その歌詞とか見ずに音楽だけ垂れ流してて、耳に情報が入ってる状態ですから。うんうん、何これって思って見てたら。その最後の手すりで額を切った後に、やつは大量の血液を見せびらかしてた。やつは大量の血液をみんなに見せびらかしてた。で終わると思ったら、見せびらかしてる。続くんだっつって、それが、何この変な。はい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 。はいはいはい。わかるわかる。強烈。わかる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 。あのね、そこら辺、今にも続くことではあるんです。なんか、残るんです。わかる。あのね、興味の持ち方としてはどうなの？いや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 、もう全然あれだと思うね。例えば、曲を聴かずにね、はい、俺、ブランキジェットシティ、はい、まあ、浅井健一の多分センスなんだと思うんですけど、ベンジのね。この曲を聴かずに、歌詞だけ読んだときに、うんこの音楽が流れるかって思ったら、はいはいはい、多分誰も思いつかないと思うんだよ。はい、その通りですね。ねえ、そう思うよね。そこですね。そう。多分ね、他のアーティストがこの歌を歌ったら、笑い転げちゃうんじゃないかっていうね。そう、そこなんですけど、まあ、なんだろう、想像で最後ら辺に言おうと思って構わないでしょ。もう全然、いいよいいよ。もうすっ飛ばしてもらっても。今、ダーダーさんがおっしゃったときに、うん、他のアーティストがやったら、笑い転げんじゃないだろう。うん。それは臭いセリフなのか、なんか面白いことを単純に言ったのか、にもなるんでしょうけど、ただ、うん、本当にそこなんですよ。ブランキーがダサい、ダサくない論争って。はいはいはい。うん、そこだと思う、ね。あるんです。うん。そこに大きくあると思う。はっきり言っていいですか？私の。あ、もういいよ。うん。
今現在生きてきそのそう思ってる感想もう全然いいです、全然いいです。考察、うん、考察でしょ。あのそれを言うのは、うん、できないからです。ん、真似ができないか、そのできそうなんですけど、はいはいはい、やると絶対にダサくなるんです。なるなる、わかる。でわかる。ベンジーとか、まあブランキーですよね、うん、あの三人。そう、あの三人。やるとこっちっていうか、こっちってまあどの目線で言ってるかなんて、まあ正直関係ないんですけど。もう関係ない、もういい、全然関係ない。例えば他のアーティストがうおーだぜってパン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 叩いたり弾いたり歌ったり、うん、なんかめちゃくちゃなことを言ったりする感じではなくて、ない。しょっぱななんか持ってるもんが違うというか。違う。真似したら絶対にダサくなるんだけど、あいつらがやるからかっこいいんだ。そうなんですよ。だからね、俺もコピーバンドとかやっぱ自分でやったりとか見てくるんだけど、寒気がするんだよね。そう。人が真似してるのを見るとなんかゾワゾワするんだよね。ゾワゾワする。オリジナルでも思い、なんだろう、失礼かもしんないけど、なんかね、そういう感じじゃねえ。うん、違う。なんだろうね、あの緊迫感、危機感みたいな、なんかその演奏だけじゃない激しさみたいな。そうそうそう、なんかほんと真剣のような、日本刀のような。もう俺最初にね、ブランキーを見た時に一番印象に残ったっていうか、最初に思ったのが、楽器が武器に見えたんだよね。楽器が武器に見えた。楽器が武器に見えた。はい、だからその、はい、ギターがマシンガンみたいな、そんなような印象。だからすんごい張り詰めてるような感覚。この歌詞でこの迫力でって、もうそれだけでズカーンってくるような。うん、きっと多分この歌を他の誰が歌っても多分この感じにはならんなっていうね。それが一番思ったのがディズニーランドへっていう曲のあたりだったかな。この曲は多分強烈すぎて、最初は俺受け入れられなかったんだけど、いやこれは多分他の人には絶対歌えんわみたいなね。うん、ノイローゼになった友達の歌なんだよね。多分歌詞からはね、想像できないと思うんだよね。あの曲の感じ。ディズニーランドですか？そう。ディズニーランドですか？一緒にね、ディズニーランドに行こうってなるんだけど、あれ結局行ったんだっけ？ん？断ったんだっけ？やべえ、どっちだ？断った。何の話？ディズニーランドへ友達に誘われたんだけど、結局行かなかったんじゃなかったっけ？あの、皆様、こう、かいつまんで話しますと、あれ、ベンジーさんが感じた本当の心を、そのまま、普通はね、言わないんですよ、アーティストだから。でも、ひどいことした話を歌ってるんですよ。そう、ノイローゼになった友達が、ディズニーランド行こうよって言うんだけど、行く気がしないと。なぜなら彼は気が狂ってるから。そう歌っちゃうんだよね。一緒にいるのがすごい辛くてたまらないって。恥ずかしくてたまらないって。あ、でも。ポタポタ焼き。あ、でも言ってるわ。言ってる。行こうぜって言うんだけど、破ることになるって、多分言ってないんだよね。っていう、こんな歌を他の人が歌えるかっていうね。あれを、だから、要するにですよ。もう実際の体験としてあるわけじゃん。はいはい。そうすると、まあディズニーランドに友達という、呼べるね、友達というくくりの方、うん、っていうところも、私も感じるところがある。友達って言ったって、ランク付けじゃないけど、なんか、普通に生きてりゃ、あるじゃない、うん。ある。そういうの。うん。で、そういうことって、歌として歌うとき、それか、うん。
歌として隠すというよりは表そうと思う。カビ的なもの飾って、俺はこんな例えばかわいそうなひどいやつだぜみたいな感じに作り上げると、うん、じゃなくてそのまんまを歌って、そうね、だ曲調がね、さらにやっぱりその時の心境を表してると思うんだよね。俺めちゃめちゃあのギター練習したもんな。前奏のリフがめっちゃかっこいいんだよ。ダダさんもなんか弾くんですけど、なんかグレッチ持ってたけど。あ、やべえ、間違った。ちょっと待ってね。そう。そのね。友達が来るって。ごめん、ちょっと待って。これ見せとくわ。その時、ディズニーランドへ。今日ね、今日、お茶のお水で見てきたんだけど、これ、オベーションっていうタイプの、セミアコ？フラコ？アコースティックギターなんだけど、オベーションなんですよ。はい。これが、ディズニーランドへをね、演奏するときに使ってたオベーションだと思うんですよ。これ、マジのやつですか？マジのやつです。今日、見てきました。実際のやつ？実際のやつだと思います。これ、オベーション。浅井健一が使ってたギターを、すごいいっぱい並べてあって、写真撮ってきました。びっくり。ディズニーランドへを弾いてたギターだ。即、思い出しましたね。でん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 。そうそう。マジです、マジです。結構ね、リアディゾンの話どころじゃねえか。リアディゾン。もう忘れてた。黒船です。もうまあそこは置いといて。まあね。いや、本当にね、一発目の質問からすげえ長くなってんだけど。無制限なんでしょ。そう、無制限っていうか、3時間。じゃあ12時過ぎたら3時間。だからトータル4時間大丈夫。付き合ってくださいよ。俺は大丈夫だよ。まあ、とにかくね、ブランキージェット氏の歌詞が強烈なんですよ。で、まあ、強烈っていうかね、強烈じゃないけど、その、他の人だったら、こんな風には歌えないだろうな、みたいな曲がいっぱいある。ぜひそこら辺ね、意識して、これから、聴く人は聴いてみてください。以上。意識して、なんだろう、ブラン、若輩者の私が言うのもない。意識しない方がいいか。意識してくっていうのとはちょっと。そうだね。そうだね。聞いて気に入った曲があったらそっからみたいな。そうだね。うん。入りとして私もそうだった。やべえやべえ、うん。こう押し付けちゃうとこだった。つうか、まあ、あれですよね。なんだろう、ダダラハラスメント、D。そうだね。DH。違う。DH。ブランキー、ブラハラ。ブラハラ。ブラハラ。みんな鬼滅の刃は関係ないからな。面白いからな。何でもハラスメントかよ。何でもハラスメントかよ。ハラスメントかよ。こんなのもう、ハラスメントだわ。そうだよ。ハラハラだわ。ハラスメントしてんのは、商業とかのコンビニのやつらとか、なんかいろんな企業のやつらだけだから。そうだ、ハラハラだ。作者は頑張ってんだからな。作者は関係ねえな。作者は関係。うん。だから、チェンソーマン読もうな。チェンソーマン面白いよ。うん。ブランキーのことしか言っちゃいけねえって言ってんじゃん。あ、でも、チェンソーマンとブランキーって私には関係ない。まあ、俺の中でも、そう、わかる。ありますよね。なんていうのかな、この、荒い感じがね。ロックンロール、ロックンロールしてると思います。そうですね、ブランキー好きなら。ブランキー好きなら、チェンソーマンも好きだと思います。なんか、その、なんだろう。なんだろう。言いたいことはね、なんかそのうっすらと感情で伝わるんです。もうだから大丈夫です。ダダダさんの配信しませんぽよ。じゃあ続いての質問。ぽよっていう。続いての質問言っていいですか。はい。すげえな。10問くらい考えてきて、1問目でもう30分経過してるわ。どうぞ。これまた、いきなり踏み込んでいく感じなんですけれども、ブランキーのこの曲を聴けば、
俺のことがわかるくらいの思い入れのある曲。今あのダダさん、はい、ダダさんちょうどあのこのブランキーの曲を聴けばの後に、はい、ラグかなんかなのか聞こえなかった、あ聞こえなかった、星が7つみたいな感じに、ちょっともう一回お願いします。人殺しの気持ちって書いちゃいけないみたいなね。うん、なんかもう決まっちゃったじゃないですか。それね、ブランキーのこの曲が、え、大丈夫？聞こえてる？あ、聞こえてますよ。ブランキーのこの曲を聴けば俺のことが全てわかるくらいの思い入れのある曲。この曲が。ダダさんのことがわかるということ？それは俺は言うよ。ではなくて、その、自分、白梅娘。うん、自分。そう。うん、はい。この曲を聴いたらもう、この曲が俺の全てだくらいの気持ちの曲。10問ぐらい考えてきて2問目がそれってひどくないですか？なんで？もういきなりすぎ？いきなりし、だから、あの、皆様に、例えば YouTube で聴いたブランキーの曲、あなたのなんかお気に入りのやつ。いやいや、もうそういう、そういうレベルじゃないでしょ。そういうレベルじゃないでしょ。熱が入ってきましたね、この狼。そういうレベルじゃないでしょ。じゃあ、まず、私のというよりは。マタロさんはパープルジェリー。パープルジェリー。あーん、いいわん。あはん、あはん。あはん、あはん。ジェリー、紫色のジェリーにね、包まれて、その中で、死にたい。違ったっけ。パープルジェリーす。パープルジェリーは、パープルジェリー何？スカンクかな？スカンクかな？もう入った。え、あ、ちょ、え、これ、ブランキーの曲名って言おうとしたんですけど、うん。なんかその、なんか言っちゃいけないやつが多分入って、なんかダイナマイト何がしキャッツ。ああ、別にいいんじゃないの？そんな。まあ曲名ですから、ダイナマイトプシーキャッツとかあります。うん、まあ、プッシュキャッツって、可愛い子猫みたいな意味もあるからね。そうそうそう。いい子猫。ダイナマイトプッシュキャッツ、オーイェー。オーイェー。ダイナマイトプッシー！これも、ラビットだぽよ！あ。これも、はい、ある日ミリンダが、みたいな、そんな、ストーリーがあった。スカンク、あ、うん、やっぱスカンクか。プラチナブロンドか。これを聞けば私のことがわかる。難しいんですけど。例えば、うん、私のこと、自分自身のことなかなかわからないものなんで。桜子は水色。いいね。水色いいな。水色っつったら、水色っけ？水色っつったら、水色。戸惑いながらのやつ。そう。いつの日にかみんなどっかへ行っちゃうっていうやつ。これはね、何回か話してるんだけど、なんだっけ。多重人格サイコっていう漫画でも使われてます。うん、こいつの詩が。ブランキーのちょっとまた少し話してください。ダメ。質問に答えずに。ダメ。いいよ。許す。ダメ、いいよ。許す。あ、優しい。要するに、ブランキー・ジェット・シティって、いろんなアーティストさんが好きらしいんです。私。そうみたいですね。結構、アーティストの中でもファンがかなりいるみたいですね。多重人。お笑い芸人とかでもファンが多いもんね。結構ね。うん。なんて日だの人、誰？小峠さん。バイキングの小峠さん。うん、俺ガリベンガーに出て小峠さんとブランキーの話したい。リベンガー、VTuber さんが出てる。そう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 。お、よく勉強してるでしょ。してる。偉い。偉い。ツイッター上で暴論吐きながら、なんで知ってんだおめえ。暴論吐いてるかどうかみんな知ってるかわかんないけど、俺は知ってる。そう。フットボールアワーの後藤さんもね、あと千原ジュニアとかもね。あ、そうなんですね。うん、ブランキーと仲がいいらしいよ。そもそも。そもそも、そもそも、そもそも仲がいいらしい。羨ましいな。ね。羨ましいな。
お笑い芸人というすごい職業につけることがまず羨ましい。目指そうぜ。え、そんで？一人 M1 出てくる。はい、そんで？どっから、だから。脱線するところから。そうそう、脱線するところから。まあ、田島翔先生、多重人格探偵最古の方っつって分かるか分かんないですけど、はい、まあ、ちょっと年代の方は、まあ、毛量戦記マダラと書いて漫画家ですね。で、浅田先生、アイルと、手紙鉢。はいはいはい。もう好きで、まあ、まあまあ、脱線ついでに、てか、ついでか、脱線しっぱなしのまま言うんですけど、はい。ブランキー好きな人たち、アーティスト系の人たちとかって、はい。に限らずか、に限らず、ブランキー好きな人の特徴ってあるのか、私、おう。思ったこと。おう。その特徴とは？例えば、ツイッター上とかでつぶやいた、それでなくても、うん、例えば自分の気持ちを言葉にするとき、自分の、まあ、気持ちを言葉にするとき、そう、ダダダさん、例えばなんか文字、うん、自分の気持ちを文章に、はいはいはい、言われたときだと、はいはい、浅田先生が、はい、例えば巻末コメントに言ったときだとかって、うん、ブランキー好きな人って、うん、なんか、うん、ポエミーになるんですよ。ポエミ。私も含めて、恥ずかしいんですけど、ブランキー好きな人って絶対に文章がポエミーになるんです。あるあるじゃない？わかる？わかる。この感じ。わかる。統治法使いがち。そう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 。統治法使いがち。で、最後投げっぱなしじゃんみたいな感じで終わるんですよ。わかりますこの感じ。わかるよ。わかるでしょ。ブランキー好きな人って絶対とは言わないんですけど、なんかそんな感じになる。まあ、太郎さんもわかる。私も含めて。あるあるでしょ？あるある、あるある。わかるわかるわかる。だから、目の前に花瓶にね、刺してた花があったとして、うん、例えば今の時期だと、冬の空、赤い花、そんなん関係ないぜ、みたいな感じで、最後泣けっぱなし山に。じゃあ、例えば俺がそれを表現してみようか。そこにさ、いや違う、違う。もう聞いてくれ。そこに、はいはい、珍しい。いやもうほんとシンプルだよ。俺はシンプル。そこにあるじゃん。はい、花瓶がさ、はい、みたいな。もう、そんな感じ。それくらいシンプル。そこにあるじゃん。何があって先に言わないんだよ。そこにあるじゃん。わざとね、わざと。そこにあるじゃん。わざとなんだ。そう、わざと。そこにあるじゃん。花瓶がさ、狙ってる。それくらいシンプルにする。そう、なんか、シンプルにするんだけど、自分の市場を乗せがちなんですよ。わかるでしょ？わかるわかるわかる。わかるわ。ブランキー好きな人、ポエミーです。そうだね。ことを、あ、なんかちょっと満足した。なんだなんだっけ。私、これを聞けば私だ、みたいな。そう、そこです。何でしょうか、いろいろありますよ。もう全部ひっくるめて、皆殺しのプディング、キャンディー添えみたいな感じ、ダメ。そこら辺がもう同列なんでね。ちなみに、皆殺しのトランペットって曲と、アイスキャンディーと、人殺しの気持ち吐いてるのデニス・ホッパーを履いて海を探しながら15歳になったので口づけをしたら贅沢だわ。ライラックを見つけたので気分的に車泥棒をし、あ、思いつかなくなってきた。私の脳内コンピューターがそこまでいっちゃうか。3104丁目のダンスホールにいいね、悪い人たちを連れてパンキーにデニス・ホッパー俺あんまりね、印象ないんだよな。冬のセーターを着ながら。わかったわかった。もういいよ。皆殺しのトランペットね。選べないよ。僕はヤンキーね。逆にダーダラさん、ダーダラさんが、うん。これだっていうの、うん。聞いてくれてありがとう。選べ、うん。あ、何？あ、俺のじゃなくて？
俺、うん、俺、いや、うん、ね、そうですよ。田原さんが。俺だって、俺ガチだよ。決めたやつ。俺ガチだよ。ガチ。もうこの曲は俺だっていうのは、親愛なる母。狂った朝日でもない。裏切られた。狂った朝日はね、狂った朝日は好きなんだけど、もういっちゃん好きな曲なんだけど、この狼。で、一番好きな曲と、だから、この曲が俺です。俺、もう俺の気持ちを表現してるっていうね。うん、そう、違うじゃん。違うじゃん。もう好きな曲は ほとんど好きだけどさ。まあ一番好きな曲っていうのは狂った朝日だけど、あ、狂った朝日って言ったら俺は一番目、うん、あのさっきのね。全部。面白い。さっきのね。さっきの一番目に戻っちゃうんだけど、狂った朝日は俺、一番なんだよね。さっきの質問の。うん、ブランキーとの出会いが俺にとったら、狂った朝日。だったんだよね。出会いが。そう、一番に戻っていい？そっからいい、そっから話していい？そっか一番がどれなっていう。一番は、さっきのあの、ブランキーとの出会い、知った時期、きっかけっていう質問のところ。うん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 、それが俺にとったら狂った朝日なんだよね。狂った。うん。もうこれを話すと30年くらいかかるんだけど。まあ、わかりますよ。生かすバンド天国っていうね、三宅裕二が司会する、深夜、そう、バンドが勝ち抜いて、なんかまあ、チャンピオンになったら大体デビューするみたいなね、なんかそんな流れのバンドの、うん、オーディション番組みたいのがあったんですよ。世代ではないですけど、俗に言うイカ天バンドという。そう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 、イカ天イカ天。バンドがすげえ流行した頃で、まあ、ボーイとか X とか爆竹とかが流行って、うん、みんな真似してバンドをやり始めた頃みたいな。そんな感じだったね。真似って、もうみんなボーイ、当時はボーイ X に憧れてバンドやるみたいなね、そういう時代でしたね。うん、あ、だから、みんな髪の毛逆立ててみたいな。そう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 。もうみんなガチガチに固めて、みたいな。まあそんな時代だったんですけど、もうね、イカ天自体は、結構番組としてもうなんかね、落ちてきてて、コミックバンドみたいなのしか出ない状態になってたのね。そんな中が、そうそうそう。もう色物ばっか。もう真剣にやってんのかふざけてんのかよくわからんみたいなね、状態になってるな。歌舞伎ロックスは私好き。歌舞伎ロックスはもう全然前だよ。もうブランキーの出る全然前。前。ブランキーが。コミックバンドと思ってるやつがいるんですよ。ああ、もう歌唱力とか実力がすごいんじゃないかな、歌舞伎ロックスは。時をしか印象ないけど。ドラクエアニメの。お江戸か。オープニングだかオープニングだか歌ってますよ。お江戸しか知らないけど。お江戸しか知らないけど。ブランキー外れたじゃん。そんなもんっすよ。ブランキーだから外れるんじゃん。そう、あのね、あこさんいらっしゃい。イカ天の、まあ5週間ね、勝ち抜くとグランドイカ天キングになるんだけど、もう最後のイカ天キングがあれだったかな、ブランキーだったかな、確か。で、1曲目がキャットワーズデッドで、2曲目が不良少年だったかな。で、3曲目がマザーだったかな？ 4 曲目が僕の心を取り戻すためにだったかな。でかいガキ持って出てきたのって覚えて、でかいガキ持って出てきた。何？誰が？いや、アッコさん。アッコさんが言ってらっしゃる。本当だ。あ、イカ天にってことかな。え、なんだろう。どっから出てきた？皆さんの文章ちゃんと全部読んでます。すべてが面白いです。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。文章そんな感じとか。で、その、グランドイカ天キングになる最後の5曲目に歌ったのが狂った朝日だったんだよね。5曲目、あ、要するに最後の。そう、キングになる瞬間の曲が狂った朝日。でした。で、あ、話途切れました？え？狂った朝日。話途切れたんだら、うん、狂った朝日の話から途切れたんだら、ちょっと隙を見つけて、トイレ？ダーダーさん。お、よくわかりました。トイレというか、私朝から飲んでるじゃない。ん、知らない。自分で言っといて。うん、いけず。つって、
千と千尋の神隠しご存知ですか？知ってるよ。全部見ました？うん、見た見た。私、ずっと飲んでるんですよね、今もね。はい。そしたら、にぎはやみ琥珀主してきていいですか？どうぞどうぞ、まどろっこしいのがいいんで、早く行ってきてください。うん、あ、吐く、吐く、吐くって、やってきますね。にぎはやみ琥珀主、にぎはやみ琥珀主してくる。なんだっけ、草玉だっけ。早く行ってきてよ。このまま行ったら当然胃腸がおかしくなるだろうって言うね。誰か優しい言葉をあいつにかけてやってくれよ。優しい言葉を俺にかけて、私にかけてっぽよ。変なキャラ付けしないとトイレにも行けんのか。これテレ屋だからね。トイレって言っちゃった。行きますよ。早く行ってきてよ。うんこじゃないよ。ゲロだぽよ。いいから、早く行ってきてよ。待ってるからさ。はぁ、お疲れ様です。まあ、こんな感じでね。あ、もちゃむさんいらっしゃい。ありがとう、来てくれて。こんばんは。ブランキジェットシティだけの話をしています。決してリアディゾンの話はしていません。まだね、10問質問考えてきてね、50分経過してるけど、2問目しか行ってません。かつ、1問目に戻ってます。いや、楽しいわ。ごめん。みんなごめんね。みんなごめんね。俺めっちゃ楽しい。こんな時間が永遠と続けばいいのに。尽きないよ。まだ2問目。まだ2問目だよ。しかも、戻った。今戻ってるところ。1問目の俺の答えに戻ってるところ。おかえり。早かったね。早かったね。おえ。で、話をしていいかな。おら、松山千春ってもんだけど。うん、話していいと思うんだよな。松山千春はなしで。あ、はい。よかった。楽しんでくれてるようで。こんなの YouTube に載せようというあなたが狂った。狂ってないよ。でも YouTube の視聴者は一人だけどね。やったね。まあイベントもやってるからね。みんなこっち来てくれてるんだと思うけど。そうですよ。そうそう。イベントの、イベントなんか関係ねえ。ブランキーだって。ブランキーの匂いを駆けつけて来てくれてたらいいんだけどね。あ、いなくなった。一人も、YouTube 視聴者いなくなった。言っていいですか？はい。ざまみろ。これで低評価ついたら悲しい。YouTube も一応同時配信してます。まあでも、ショールームで見れる人はね、ショールームで全然いいもんね。コメント取り上げてくんないしね。見てるけど。はい。ということで、白目さん。一問目の俺の話の途中、大丈夫。あ、白目さん切れてんじゃん。白目さん、通話、切っちゃったよ。何やってんの？照明さん。え？大丈夫かな？照明さん？もしもし？通話切ったんだけど。大丈夫？はい。あ、大丈夫です。通話切られたんだけど。通話切られた。照明さん。覚えはないんです。なんだろう、あ、もしかしたらあれかな、時間的にとかあんのかな。まあいいや。わかんないですね。じゃあ、一問目の俺の、はい、答えの続き、はい、やっていいですか。はい。はい。そのイカ天なんですけど、その、最後の5曲目だった狂った朝日、はい。その時ね、このね、白いギターを使ってたんですよ。その時のギターがこれです。イカ天で使ってた。
ちなみに、こっちの灰色のギターは、キャットワーズデッド、イカ天のキャットワーズデッドを1曲目、歌った時に使ってたギターが こっちのギター、灰色のギター。グレコのギターだったかな。それがね、展示してありました。もうびっくり。びっくりしたね。この時はグレッチか。グレッチまだ使ってなかったですね。んー、グレッチはイカ天終わってからだね。イカ天終わってから。そっから、シーナリンゴ、どっからハマったか、ちょっと割り出せる。あ、なんかね、シーナリンゴはスカンクからハマったとかって聞いた気がする。どっかで。あ、だから、マタロウさんと一緒ね。だマタロウさんはもしかしたらシーナリンゴかもしれない。だから、ほら、有名。マタロウさん、シーナリンゴじゃねえかな。うん、なんかほら、月並みな話になるんで。はい。シーナリンゴ、自分の曲の中、有名なやつ。そうそうそう、あるね。丸の内サディスティック。ゴーじゃないか、そっちじゃないか。丸の内サディスティック。丸の内サディスティックです。姉がシーナリンゴでよくわかんなかった。ベンジー、グレッチでぶってっていうね。私、グレッチ、グッチ、ベンジー、ブランキー。そう、ベンジー。もう間違いない。まあ、ちなみに、ベンジーっていうのは、あの、ブランキー・ジェット・シティの、元ブランキー・ジェット・シティのボーカルの愛称。まあ、最近。です。なんでベンジーって呼ばれるっていうの？なんだっけ、テルちゃんが、あの、ベースのテルイト・シウキさんっていう人がいて、そのテルちゃん、通称テルちゃんが、なんか映画？アメリカのドラマ？ドラマか映画かなんかに出てるベンジーっていう子に似てるからとかなんかそんなんじゃなかったかな。確かベンジー似てるからそんな話だったと思います。でその時イカ天最後に使ったギターはこの白いギターのね。で狂ったアサギの歌詞ってこの赤いギターって歌ってんの。歌詞知ってる？わかる？その、狂った朝日の歌詞で、この赤いギターは一体誰が、もしね、そう、俺がこの世にいなかったら、僕がこの世にいなかったら、この赤いギターは誰が弾いていたんだろうっていう赤いギターっていう歌詞なんだけど、そのイカ天の時はまだ白いギターって歌詞だったんですよ。だからグレッチのテレシアンに持ち帰ってから歌詞が赤いギターになったんですよ。全く知らない。なったんですよ。もうこれ、俺しか知らない。あ、つまり、そのギターを使ってたところは。そうそうそう。白いギターって歌詞だったんですよ。僕の、この、白いギターは、ギターは、になってた。そう、そうなんですよ。なんでね、あの、動画見てみてください。イカ天の頃は白いギターだったんですよ。歌詞が。っていうか、見てみてください。あるんですか？わかんない。わかんない。最近見てない。ないかもしれない。もうイカ天。あまり、うん、本当はでしょう ね、テレビの動画とかって上げちゃいけないと思うから、昔はあったんだけどね。うん、そうだね。言っちゃいけないかもしれないね。うん、でも、なんだろう。本師匠と呼ばれても、なんとなくグレーだから私も見ちゃってる。で、最近検索したらね、もうなかったんだよな。あの頃のイカ天の映像が。もしかしたら削除されちゃってるかもしれない。帰って。うん。あ、でも帰ってても、その白いギター。ん？白いギターの歌詞。うん。イカ天の時に。か、映像としては残ってないと思うね。多分。もうそのイカ天が終わった後からはもうテネシアに持ち帰っちゃってるから。はいはいはい。イカ天終わって即テレビに出た時はもう赤いギターになってたと思う。歌詞も。ギターも。うん、で、まあその狂った朝日なんですけど、俺ね、当時、そのイカ天深夜だったんで録画してと見てたんだよね。だからリアルタイムで見たのか録画で見たのかは定かではなくて、もちろんねブランキー・ジェット・シーっていうのもね完全に記憶になかあったわけじゃないんだよね。うわなんか激しいバンドだくらいのイメージだったんだけど、ある日ね、はい、チャリンコで
チャリンコでこう、まあ、土手を走ってる時に、頭の中で歌詞がすげえ浮かんできて、歌ってんだよね。つぶやいてんの。あれ、なんだろう、これ、みたいな。もしも、僕が、この世界に、とかって、俺がね、ずっと口ずさんでんの。チャリンコ乗りながらね。あれ、何俺、この歌、口ずさんでんのって言って、気づいたのが、狂った朝日だったっていうね。もうそっからだね。それまで、今までね、そんな、なんていうの？自分の脳、なんていうのかな、しっかり記憶していないような曲を口ずさんでるっていうことがね、もう、童謡くらいだね。童謡以外になかったんだよね。どっちの意味の童謡ですか？シャボン玉飛んだとかさ。そう。ね。また多分ね、童謡ってなんだろう、あわわわみたいな感じだと。違う。歌の童謡ね。そうそう。歌の童謡ね。だから、あ、なんかちっちゃい頃聞いてたから覚えてるとかね、もうそういうレベル。歌ってる人も題名も知らないけど口ずさんでたみたいな。そんなね、レベルだったんですよ。あ、更新ありがとう。じゃあ、ちょっと更新させていただいてもよろしいでしょうか。そんな感じで、狂った朝日が俺は一番大好き。出会いです。で、ちょっと更新させてもらいます。ショールームの方、少々お待ちください。配信してるか。もう配信入ってるかな。ただいま、なんか最後もったいないとかって見えたけど、なんだったんだろう。もったいなかった？あれは、もったいない、もったいない。あいかちゃんいらっしゃい、こんばんは。もったいない。もったいない。なんだったの？細かい。ああ、そういうことね。あ、そっか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 。ごめん、わかった。あのね、今イベントやってて、イベントが1日3時間の、制限だったんですよ。で、前の日から続けてれば、あと1時間ちょいはできたんだよね。そういうことだよね。もったいないってね。まあいいや。ありがとう。私はブランキーの歌詞を見るように皆様のことを見ておりました。今日はね、ブランキージェットシティオンリーで、白梅娘さんと、お話をしております。決してリアディトンの話はしておりません。クラビア界の黒船やぞ。これは普通に喋ると恥ずかしい、恥ずかしいから、照れではないです。恥ずかしいから。先出しです。先出しの呼吸です。ほら、みんな引っ張れる、ついてこれる、何々の呼吸の、なんやねん。なんとかハラスメントじゃないけど、連載開始から見てます。決して私は鬼滅が嫌いなわけではございません。はい。ということでね。引き続き、ブランキージェットシティのね、お話も。誰にハラスされるかわかんねえご時世です。ポイズン。たいことも言えない、こんな世の中。ワイルドウィンター、ワイルドウィンターっていうのはあれだね、ブランキーの書籍だね。ワイルドウィンター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 。ジェフズミセイ。ワイルドウィンター、俺買ったかな。ワイルドウィンター買ってないかもしんねえな。ワイルドウィンターっていうね、なんかインタビューを集めた本がある。ここに残ってくれ。平泉さん。ただいま、ただいま、ただいま。はい。ということで。何？ブランキー？ブランキージェットシティ2の方っていうくくりでは私多分。ああ、そういう、まあ、グッズ関係とか。グッズというか。だとっていうことだよね。そこまで細かいとこだとっていうことね。まあ、ガチ絶。今ね、マタロウさんがワイルドウィンターって言ってくれたからね。
それに対して。ね、はい。ガチ説かなんかね、いろいろなこと言いたいと、逆に今日もう、いや、もうぜひぜひ、知らないことあったら吸収してもらって、よりブランキーを好きになってもらえたら嬉しいです。まず、ダダダ、スリーサイズ。あ、すげえ、YouTube の方、コメントをみんな本当だ、してくれた。スルー力が高いの。まあ、恩師、スルー力。ミックスさんも、はい、マナチョコさんも、いらっしゃい。カズオグさんもいらっしゃい。元気さん、65,535円ありがとう。まだ収益化できてないけど。ダメでき。見れることは見れる。大丈夫。ということでね、その、ブランキーのことをね、語り尽くす配信なんですけど、あと、やってもあと2時間くらいにはしてな。今日2時間、これから2時間に抑えないと、今日の夜とか配信できなくなっちゃう。そんな語ることがありますね。まだだって、旦那さんは。まだ10問考えてきた質問の2番目だから、2番目終わったとこだからね。2番目か。2番目ね、えげつない質問が。まあまあ、確かにね。ちょっと いきなりだったかもしれないね。あなたは。じゃあ、もう、3問目あっさり行こう。あっさり行こう。これはすぐ出んじゃないのかな。お、マジですか。あのね、じゃあ3番目の質問。一人で、はい。浸りたいとき。そんな時に聴きたい曲。ブランキーの。浸っていたい。ノリノリとかじゃなくて、もうこう、沈んでてもいいんで。自分の世界に浸ってる。そう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 。うん、浸ってる。ということ。もう ひたすら。浸って沈んでいく。それこそまあ選べないんですけれども。浸りっぱなしか。自分がその 1,2,3 問目まで行きましたよね、質問ね。はいはい。自分がそれをされた時に答えられるかっつって、ダダダさん多分ね、530時間くらいかかると思う。大丈夫だよ。答える。答える、答える。答える。ですね。まあ、その時々で違うんですけど。ああ、まあね。まあね。まあ。いいよいいよ。説明ありでいいよ。こんな時はこんなんで浸るみたいな。浸るっていう意味なら。そうね。そうね。あん。あ、まあ。何かな。まあ。難しいけど、あ、っていうか、ポッてね、あ、じゃあこれって言おうとしたんですけど、うん、逆にその、詰まる感じ、この、選択肢が多すぎて、なんか喉元まで出かかってんのに、ど忘れするっていう若年性の直感とかね。あ、じゃあ、当てるわ。はい、どうぞ。アルバムどこら辺？アルバムどこら辺？どこら辺のアルバムか分かる。逆に難易度上げましたよ。いやいや、そうなの。喉元まで出てきて、出かからねえつ人間に対して、アルバムどこら辺って、あ、知るかみたいな感じ。なんで初期の頃とかさ、そこら辺。もう全然だよ。なんだろう。あ、歌詞は出てきた。あ、何歌詞。あ、っていうか、題名出てきた。なんだ。当てたかった。食療法ですかこれが。ダダ流、ダダ流食療法かもね。ちなみに、じゃあ歌詞教えて、歌詞。もう、あ、聞こえちゃった。サボテン枯れたんですよ。泣いてたか、女は。彼女は泣いてたか。クリーブランドで採れた柿。メキシコ行きたくなるね。メキシコ行きたくなるね。砂漠にね。メキシコに砂漠、うん、あんの？いや、もうね、砂漠っていうかね、一面サボテン。マジですか？俺、メキシコ行ったことあるんだよ。はいはい。行ったことあるんだけど、その、あ、なんか話してたな、うんうん。うん、都市じゃなくて、アメリカ大陸から車でメキシコ行ったんだけど、はい。もう本当にね、街も村も何にもない。
もうひたすら一本道。ケンシロウも来なさそう。もうびっくり。何にも来ない。何にも来ない。マジですか。で、最初すげえ、ジャイアントサボテン、ジャイアントカクタスっていうサボテンがあって、すげえんだよ。5メーターくらいのサボテンがね。でけえサボテン5メーター?そうそうそう。ポツンポツンってあって、うわ、すげえサボテンでっけえと思ったら、もう、はいはい、ちょっと進んだらそのサボテンだらけ。山のふもとまでずっとそのサボテンみたいな。すげえ光景だった。メキシコサボテンだよ。まあ、なんかそのスティールボールラン的な。すごい光景だったね。いいね。まあ、なんかサボテン、メキシコサボテンって言ったらまあ、イメージは。そんなでけえんですか?でかかった。めっちゃでかかった。だからね、このルームでタワーを投げるとサボテンが降ってきます。うん、俺の部屋で、タワーを投げるとサボテンが降ってきます。ダダさん。はい。私、鳩が降ってくるのが面白くて。あ、よく、よく投げてくれたね。でもね。はい。でもね、あの後考えたんです。何を?あ、このシステム、面白いって投げてたんです。はいはい。ダダさんのおかげで、昼食のラーメンをね、中断したことがあるんですけど、投げてた。投げたくなってラーメンを中断した?投げたくなってラーメンを500円。まあ、大したことではないんですけど、何が言いたいか分かりますか?分かりません。ラーメンおごってくださいね。まあ、ラーメンくらいだったらいつかおごるよ。あ、ありがとう。マジか。マジか。豪気よ。東京、じゃあ東京来たらおごってやるよ。よく行き来するんですけど、足場組み。かわいいんじゃねえんだ。かっこいいんだ。ミックさん。じゃねえんだ。かっこいいんだ。皆さんいらっしゃい。このルームだね。タワーを投げると。サボテンが降ってきます。似てる。すげえそっくり。ちょっと行ってみてよ。かっこいいってさ、怖さとかわいさの間にあると思うんだ。かっこいいってさ、グラビアとクラフネの間にあると思うんだよ。そっくりだわ。そっくりだ。はい。ということで、スイートデイズでした。え、ギフト無効状態?ああ、うん。あ、降ってこないって言ってたか。ほんとだ、アッコさんかわいい送ってくれてる。ありがとう。パチパチも送ってくれてる。ありがとう。ギフト無効状態だった?かな?わかんない。スイートデイズいいね。自分で言っといてなんだっけってなるんですけど、スイートデイズと、っていう、いや、やめとこう。なんでやめた?あ、じゃあ、言いますけど。彼女に送った?彼女?彼女に送るのって何ですか?なんですか?わかんないけど。パッポッと出てきそうで返答に困る。いや、でもね、この後の質問でもあるんだけど、こう好きな女性に送りたい、そんな曲、送るとしたらこんな曲みたいなのも後で聞きたいと思うんで。あ、完全にピンクの若い方って。はいはい。はいはい。もうそういうふざけたのはいいから。ガチで。いや、いい曲だ。ガチで行こうぜ、ガチで。まあ、ガチなちょっと恥ずかしいんですよ、ね。そう、恥ずかしいの超えようぜ。ちょっと今日はさ。いや、ていうか、言っていたら、ブランキーがガチすぎて、多分ブランキー送らないと思うよ。俺はためらわないよ。ブラン、な、まあ、例えばあるじゃん。え、何聞いてんのみたいな。言われて、ブランキージェットシティだよ。どんな曲聞くのって言った時に、こう、もう、好きな曲、その子が好きな子だったら、この曲をまず聴かせたい、みたいな。聴いてみて、みたいな。アルバムでもいいか。なんかでも、自分というものがです、そんな感じじゃなくなって。だと思う。そんな感じじゃないのか。そんな感じじゃない。あまりいじめないようにしようかな。でも、じゃあ私、ランキー、
譲らない方だったら多分。うん。そんなやついなかった。うん、え？そんなやついなかった？ブランキの曲を送りたいなんて思える女性はいなかったと。まだ返答に困るようなこと。でも俺は知ってるもんね。間違いますよ。何？何？何？あれは違うんじゃない？あれは違うの？違うんだ。あれは違うんだ。あれは違うんだ。あれは違うっていうか、普通に、あ、いいな。あれじゃん？なんか、水道デイリーズとかの人じゃん。え？え？あの曲は違うんだ。夢彷徨うまで来てます。まあ、正確にはブランキーじゃないんだけどさ。そういうことじゃない。っていうか、そういうのじゃ。大きな話するならそういうのではない。知っていると分かってて言ってるのは分かる。もう何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。何言ってるか。まあいいや。まあいいや。3問目はスイートデイズと。何が？ん？ん？何が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 好きかな？酔っ払いは面白いなって言われてる。うん、言われてるよ。もう黙る。もう次行ってください。まあ、じゃあ、まあ、ちなみに俺はね、はい、クリスマスと黒いブーツ。わかりますか？クリスマスと黒いブーツって曲があるんですよ。純粋ですね。そう。少年の心に戻りたい、そんな感じ。ただ単純に。好きなだけさーって。クリスマスと黒いブーツが好きなだけなんだっていうね。そういう曲。ていうか、やっぱブランキー、言っていいですか？何？全部の否定するような感じになるかも。いいよ。大丈夫。選べなくないですか？選べないよ。選べないけど、あえてこれ、いいんだよ。このリスナーとか関係ねえから。俺と二人で男同士のブランキーの話をしてると思ってくれれば。結構私。ん？結構私で途切れちゃった、ごめん。結構、うん、私、うん、生きてきていろんな目に遭ってきているんですけれども、うん、趣味、仕事も含めてブランキー、知識とかは武器にして、うんうん、大きな割合を占めている。うん。なので。ダダーさんの言うことも、ともでございます。次に行けばいいんじゃないかな、の。ちなみに、もう一曲ちょっと、はい、浸りたい。はいはい。いや、これはいいや。これはまた後にしよう。待てや。皆様、ダダさんの声がね、声というか、それ気になるから。後で。後に出てくるから。後で言うもうちょっと後で出てくるんですね。言う。後で出てくるから。みんな聞けるぽよ。後で聞けるぽよ。次一番軽いかな。謎のキャラ付けをしておく。一番軽い。はい、4番目の質問です。全く知らない人に聞かせるならこの曲。全く知らない人に。鼻で笑っちゃった。取っかかりがあるんで、うん、だから、そこなんですよ。ブランキー好きだとするじゃないですか。うん、まあ、ダダさんも私。まあ、自分たちのきっかけみたいな。きっかけみたいな。うん、で、人に、だからブランキーが好きってこと。人に何かを勧めるならっていうのとは多分真逆な感じだと思う。でもほら、気づけない。一生気づけない人もいるかもしれないじゃん。あ、でもこれいいよっていうことはあるかもしれませんけど、うん、多分ガチで勧めるっていうよりは。まあ、だ、こっちから押し付けるっていうんじゃなくて、もうとにかく相手が興味を持ってくれて、もう何から聞いたらいいと。どうしても教えてくれって言われたとき。
しゃあねえな。好みにもよるんだと思うんだよ。うん。例えば、いろんな要素が、ブランキー・ジェット・シティの音楽的、まあまあ、その専門的なことはわからないんです。はいはい。もう全然、全然全然。音楽的な要素とかして。まあ、ロカビリーだったり、メロディアスだったりするじゃないですか。うん。うん、ですから、取っかかりというものが非常に難しくて、多分、これいいよって進めるのは本当に非常にむず、なんだろう、特殊なバンドなんだけど、特殊なバンドっていう感じで言いたいわけではないんです。ややこしい。ただ本当に難しいなと思って。ただ本当に難しいっていうだけですよ。もう難しい。まあ、わかる。わかるけど、相手を見ちゃうよね。どんな音楽聴いてんだろう、みたいな。先にね。そうそうそう、そこです。なんか、そう。かっこいい音楽。普段ね、歌謡曲しか聞いてないような子だったら、人だったら、じゃあ、ダンデライオンかな、みたいな。赤いタンバリンかな、みたいな。ダンデライオンも、ぶっちゃけ、ダンデライオンかな、ボロカス言われることもあろうかと思いますけど、私はダンデライオンでも別に結構でございますっていうね。全然俺もう嫌いではないです。ではないです。ないないない。ああ、マタロさん、パンキーバッドヒップね。もう、パンキーバッドヒップって言ったら、もう、ブランキーの代表曲だね。もう、ライブの一発目くらいの。常にライブの一発目くらいの。パンキーバッドヒップ。かっこいいね。俺たち15人。はい。っていうか。どの質問も難しくない？難しいんだよ。難しいけど、あえて行くなら、俺はね、聞きたいっていうかね、大体、多分こういう話をすると思うんだよね。本当ブラン単純に外してじゃないですけど。外してない外してない。もう単純に本当に俺が聞きたいこと。じゃあ周りが好きそうだなって曲を選ぶとしたなら、うん、多分サタデーナイトは選ばないよ。逆に。うん。で、サリンジャーと。ああ、いいね。いいね。多分サリンジャー。俺デリンジャーにする。じゃあ俺デリンジャーにする。デリンジャーにする俺。だから、どの質問に対しても言えることなで、いいんじゃないですかってしか言えない。いい、もうちょっと、いいよ、いいよ、いいよ。全然軽く行こうぜ、軽く。いや軽く行くならもうディズニーランド聞かせまくります。それ軽いかな。それ軽いのかな。俺はもう、本当デリンジャー。PV もね、かっこいいからね、デリンジャー聞かせたくなるから、うんうん、デリンジャー聞いてみて。合わせてサリンジャーも聞いてみて、みたいな。デリンジャー、サリンジャーいいよ。デリンジャーとサリンジャー。デリンジャーとサリンジャー聞いてみて。そんな感じで言っちゃうかな。サリンジャー。サリンジャー？言いたいことある？何が好きかって。要するに、ライムビキー畑で捕まえた。はいはいはい。作者の名前だっけ。あれ、浅井健一本人も、ボーカルの方が。うん。何回か読んで挫折したっつって。うん、うん。まだに読めないんだけど。うんうん。あの方は本も。俺も読んだけど。なんか、わかんなかったっつってね。全く覚えてないし、最後まで読んだ記憶もない。それだからなのか、他の、例えば、その、ライ麦畑に、手にまつわるような、あるんですよ。他のアーティスト。はいはいはい。有名な本だもんね。そうそうそう。なんかね、男の子の気持ちを分かるための本みたいなね、男の子のバイブル、うん、男の子の気持ちを分かるバイブルみたいな、そんな扱いだった気がする。ライ麦畑で捕まえて。そうっちゃそうですね。ね、うん、私も読んだんですけど、よくわからなかった。うん。で、ただ、ブランキー、なんか違うなって思う、ライ麦畑、ね、ライ麦畑を題材にした曲でも、うん、一度も、そのタイトル、サリンジャーって名前だけで、ライ麦畑で捕まえて、なんて歌わないんです。で逆に、テルミーワイ、サリンジャーって、作者に、お前何みたいな。なぜだか教えてくれよ、みたいな。
ジギルとハイドのトロンジャンヘア。もう歌詞なんて全然関係ないよね。全くね。関係ない。物語にもなってない。うん、どういうこと？ただ、そうなんです。ね、言葉が並んでるだけな印象だよね。うん、ただっていうこと、ずっとさっきから言ってるんですけど、その伝えたいことがそのただに集約されており。わかります。なんていうか、フランっていうか、浅井健一さんなのかな、の書く歌詞って、うん。関係ね、題材があっても関係ないスタンス。確かに確かに。それで作るとなんか、ペラペラの伝わらないことだな、になるかもしれないんですけど、情景が完全に浮かんでくるんですよ。うん、ああ、そう、色とかあるよね。そう。うん、わかる。ロンドンタワー、腐ったブリッジの位置。雰囲気は、うん、なんかね、伝わってくるんだよね。そう、情景が浮かん、だから、浅井健一、絵本、ベンジンがね、絵本を出したりするんだけど、やっぱり、歌詞もすごいストーリー性が強いやつがあったりとかね。浮かぶ、情景が浮かぶ。多い。そういう曲多い。なんていうか、詩人な感じがします。ね。わかる。それはわかるわかる。テルミーワイ・サリンジャーだっけ？ライムギー畑。あ、そんな感じ。はい。はい。終わりです。ぜひね、皆さん、デリンジャーとサリンジャー聞いてみてください。かっこいい曲です。かっこいいですはい。じゃあ、次の質問。もし、カラオケで歌うなら、歌いたい。これね、さっき言った、歌うとかっこ悪くなっちゃう。だけど、歌いたい。そんな曲、ありますか？ないです。ちょっとかわいそうなんで。ないの？ないの？まあ、なくても、言っちゃいいけど。好きに歌うかなって思ったら、うん、歌ったことなくても大丈夫です。歌い、ああ、もう全然、うん、全然全然いいです、いいです。絶望という名の地下鉄で。おお、出た。絶望という名の地下鉄から I love you だよ。I love you。みんな知ってる？絶望という名の地下鉄に I love you。 金属をこすりつけながらっていうね、歌があるんですよ。うん。あれ？セカンドアルバムだっけ？かね、わかんねえさ。アルバムわかんない。何を知ってるか BGM 違うよね。わかんねえ。わかんねえ。俺もおっさんになってきたわ。そうです。セカンドアルバム、バンに入ってます。バンか。うん。絶望という名の地下鉄。セカンドアルバム。マジです。俺もね、歌いたい曲はね、セカンドアルバムなんだよね。合ってるんですね。合ってる合ってる。バンに入ってる。バン、あ、冬のセーターとか入ってます。冬のセーター入ってる。冬のセーターがセカンドシングルだね。的なやつって言ったらレインドッグとかも。レインドッグ、スンクレイジー。もう、最高だね。ほんと情景が浮かんできますよ。ねえ。もうね、バンっていうセカンドアルバムがあるんですけど、すげえ最高です。みんな、炭治郎の話していいんですよ。ダメです。ダメって言われました。ダメですよ、みんな。ちなみにね、俺が歌いたい曲、まあたまに歌ったりはしてんだけど、深夜にちょろっとカラオケ配信とかしてる時に歌ったりするんだけど、ヘッドライトの枠の取れ方が活かしている車。してる車？この曲、歌うの好きです。たまに歌ってます。インディアの羽をつけて恋人がね、おどけながら、なんだっけ。あ、ちなみに、その、SNS 上、ん？なんていうの？アイコンじゃなくて。SNS 上のアイコン？アイコンじゃなくて、
か上に表示される、あ、ヘッダー、その曲からヘッダーっていうのか、うん、してるんです。白目さんのヘッダー、ただインディアンの行きたかった。あ、ちょっと今単純にインディアンをイメージしたやつ、ちょっと見る、ちょっと見るわ、白目さんのヘッダー見るわ。全然関係なく、関係ないけど、そっからイメージしたってことなんだよね。服装的なね、趣味でね。はいはいはい。趣味に。いくらい影響がある。ちょっと待って。あれ？待てと言われて待つやつが。ああ。今のうちですよ、みんな。ああ、はいはい。インディアンいるよ、インディアン。ジャンプの話とか。帰ってきて、ダメです。BKO さん、いらっしゃい。遅くなった。マガジンの裏の広告にあるヌンチャクの話とか。そう、このだからね、インディアンの羽をつけて踊るのが似合う女性がいたら、嬉しいね。あの、イメージ的には、あの、メキシコのポンチョみたいの羽織って、インディアンの羽つけて踊ってる。そんなイメージ。そうっすね。もうなんか脊髄反射でそうっすねって言ってた。脊髄反射やね、イメージは違ってもいいから。はい。どのくらい脊髄反射かって、もうすごい脊髄。本当にそう思ってる。よし、もう次行こう。はい、相づちを。はい。どんどん行こう。ください。で、この7番目に聞きたかったのが、好きな子に送るならこの曲、はい、みたいな。7番目に聞きたかったんですね。さっき言っちゃったんだけど。なんだっけ、白目さん。ピンクの若い豚だっけ。うん、いかがいお散歩。まあ、最後逃げられるんで。多分。まあでも、じゃあもうこれ俺から話すわ。じゃあ、フリンジいい、ね、はいはい。あ、フリンジいいね。フリンジかっこいい。フリンジかっこいい。フリンジも、ベイビー踊らないか。僕と二人でってやつだ。あれもかっこいい。あれも歌いたい系の曲。まあちなみに俺だったら、あ、なんだっけ。やべえ。さっき思い浮かんだのに忘れちゃったぞ。ヘッドライトじゃなくて、フリンジじゃなくて、彼女は死んだじゃなくて、あ、15歳。15歳とか、いいかな。15歳。15歳。まあ、海を探すもいいけどね。いいよ。好きな子に送るなら15歳。風になるまでもいいな。逆に好きですけど、ライラック歌われたらどんな気持ちになるんだろうっていうのは知りたい。ライラックは難しいぞ、あれは。例えばお花屋さんだったら、知らねえよね。そんなんちゃうわ。ライラックはブランキーズ、好きの女の子だったらいいかもしれない。分かってくれると思う。好きだけど俺、ライラックも。かなり練習。悪い人たち歌われるよりは。悪い人たちはちょっと、サブイボ立っちゃうかもしれないね。いきなり歌われたら。いきなりね、歌われた。何どういうことってな。どこ行っちゃうのみたいな。どこ行っちゃうの。トランプとバイデン気にした方がいいんじゃないのくらいのね。それこそ知らねえよ。悪い人たちがやってきてみんなを殺しちゃうからね。B でも次の B。ナイス。ん？次。次？あれ？もちゃもさんです。
何がもちゃもさんだ。白梅さん答えてないよ。なんだっけ、あの、何でしょうか、好きな耳がついてるだけで小動物と間違われるのは心配だな、僕は。ブランキーじゃないけど、ブランキーじゃないけど、あの曲。あの曲じゃなくて。若大将シリーズみんな見てください。はい、じゃあもう次行こう。8番目。ようやく8番目来ました。好きな。綺麗な首飾りもいいですね。うん、いいね。綺麗な首飾りも。あれも綺麗な曲。メタルムーン、そう、あの、綺麗な首飾りって4枚目のアルバムなんですけど、なぜかちょっとミニアルバムになってんだよね。曲数が少ないんだよね。6曲くらいだったっけ？だったんだよね。なんかね、もうそこら辺すごい、ブランキーとしての葛藤が見れる。2枚目、3枚目と来て、そのメタルムーンが出た時ってね、なんか、あれ、何か違うことしようとしてるんだろうなっていうのを感じるんだけど、なんかね、すげえ、生み出すのに苦労してるんじゃないかな、みたいな、そんなアルバムです。メタルムーンも好きです。スイートミルクシェイクもそこにあります。綺麗な首飾りと、アイウォンチューも好きです。お前が欲しいも好きです。はい。ほうほうつまり何でも好きです。はい。で、ごめん、8番目。8番目は、好きな歌詞とか、なんか、フレーズセンテンスみたいのってある？センテンス？もう、異様に残ってる。まあ、例えばさっき言った、あの、水色って曲、の、この歌詞が、その漫画家は好きで、多分、みんなどこかへ、いつの日から、みんなどこかへ消えてしまう気がする、みたいな。そういう、印象に残ってる。後から、消せれば思うかもしれませんが。はい。小麦色の斜面？多分別のにしよう。え、街を行くお前、靴のかかとが取れかかってるぜ的な歌詞が多分。ああ、いいね、いいね。あれ一度行ってみたいと思うんだ、俺も。あと、クリーブランドで撮れた。あの、え、てか、そ、てか、一番言いたいのは、なんだろう、やっぱダメだ、スイートデイズが出てくる。違う、小麦のジャムだ。あ、青のミーさん、50カウントありがとう、初見。あ、この前あれかな？オーディション中で見に行った方かな？皆さん、あの、ミーさんオーディション中で応援してあげてください。今日はブランキーだけを語っています。あまり。クラゲ王で。クラゲ王で。いいね。その、小麦色の斜面で、その、ヘイユー、街を行くお前、靴のかかとが取れかかってるぜ。ヘイユー、だから、今すぐ、俺の恋人になってくれないか、みたいな。いいね。行ってみたいよね、あれね。使ってみたいわ。歌詞だけ聞くと意味は当然わからないんです。何ってなるけど、好きですよ。そういうもんですね。はいはいはい。まあ、ベンジーに言われたら惚れるんで。俺はね、ちなみに俺は、あのね、結構綺麗すぎて、ベンジーっぽくないんだけど、その、一番最初だったっけ？ああ、二番目だ。この曲は、が俺だって言った、親愛なる母へっていう曲。これ5枚目のアルバムに入ってるんですけど、この中に、もうここへは帰れない気がするから、お前のその胸に傷をつけようっていうね、すげえ綺麗な歌詞があって、ちょっとね、この歌詞からは、あんまり浅井健一は想像できないんだよね、俺の中では。綺麗すぎて。この歌詞が好きです。こう涙が出てきます。なぜか。
この歌ね、そう、難しい。何がそうするか分かんないけど、この曲ね、俺歌うとね、涙が出てくる。童謡を歌っ、あの、翼をください歌ったみたいな、そんな気分。え？ごめん。いや、ごめん。いい。私がいいんですよ。逆に。なんで？よくないよ。よくないよ。ついてきて。よくないです。ついてきて。クソです。言い過ぎた。いきなり、いきなりエンジン。はい。じゃあもういいよ。次行こう。次。じゃあもういいよ。そろそろ締めにかかんないと。ああ。はい。次ね。次、これがね、これほんと、これ俺自分でも、いや、あの、言うのは相当難しいんだけど、聞いてみ、これも俺はほんと純粋に聞いてみたくて、あの、ベスト10。これ自分でも選べない。選べないんだけど、ブランキーの中のベスト10っていうのをね、聞いてみたいんだよね。もちろんね、他の曲もすごい好きだっていうのはわかるんだけど、あえてあげるなら。まあ、例えば、難しいならシチュエーションで区切ってくれてもいい。もうノリノリになりたい時はもうこの10曲とか。まあまあ、10曲まで選ばなくても、もうこいつら大好きみたいな、まとめて教えてもらえたら嬉しいです。多分。本音にも2種類あります。はいはい。一つ選べない。はいはい。でも、だったら、ブランキーだ。たまに言えば、それ、好きな子。うん。一つ選べない。こうじゃ。あべ、ごめん。あの、なんか、プツプツしだして、あんまり聞こえてなかった。選べない？最初から言います、ね。最初から言いますね。はい。本音にも2種類あって。はい。本音に2種類。選べない本音、はい、一つは。はいはい。もう十分承知です、それは。十分承知。けども。で、もう一つの本音っていうのは、じゃあ、ブランキーなら頭に浮かんだのが多分好きだなっていう意味で、ね。はいはいはい。ぜひ聞かせてください。後者、うん、後者を選びます。はい。で、じゃあ、まあ、まあ、そうしないと終わらないと思う。パイナップルサンド、一つ。はい。パイナップルサンド。パイナップルサンド。あれ？消えちゃった。もしもーし。もし？はい、パイナップルサンド。次なんか言いました？カツ丼。カツ丼？追加。ごめん。まあ、パイナップルサンド。パイナップルサンド。パイナップルサンド。はい。まあ、あ、ほんと勢いで選ばないと終わらないんで、パイナップルサンド、はい、彼女は死んだ。はい。彼女は死んだ。皆殺しのトランペット。皆殺し。あと何にしよう。あ、15歳。15歳。パープルジェリー。パープルジェリー。はい、DIJ のピストル。DIJ。3104丁目のダンスホールに足を向けろ。3104丁目。言ったっけ？言ってないっけ？もうどれがどれかわかんねえから、こうじゃにすると。アイスキャンディー。アイスキャンディー。アイスキャンディー一応。1,2,3 レインドッグ冬のセーターに冬そうそうはいはいはいああもう10曲選んでるわデニスホッパーもうデニスホッパー浮かんだんでもうデニスホッパーもデザートデニスホッパー10曲あと、もうそれ結構です。はい。もう、ありがとうございます。まだ言いたかったらどんどん言ってもらっても構わないですよ。多分ね、全部外してるんですよ。外してる？うん、全部外してるんですけど、頭に浮かんだ、あ、全部好き。そっか、そっか。だから本音にも。苦しいね。苦しいんだ。苦しいです。苦しいんだ。苦しいんです。苦しいんですよ。じゃあ、俺どんどん言っちゃおうか。うん、殴りますよ。はい
俺がね、ノリノリ、例えば演奏できるとして、ギターを弾きながら歌えるとしたら、の曲ね。聞こえてるかな？切れた？聞こえてます。大丈夫？聞こえてます。じゃあ行くぜ、はい。ガードレールに座りながら、不良少年の歌、テキサス。僕の心を取り戻すために。全部。レインドック。スーンクレイジー。全部。パンキーバッドヒップ。ムカつくな。アイスキャンディー。車泥棒。スカンク。車、全部くれよ。プディング。パイナップルサンド。はい、ロメオ。サリンジャー、デリンジャー。はい。はい。あのね、言っていいですか？いいよ。許しませんよ。いやいや、もう好きなこと言う、ブランキーについて好きなこと言うときは。あの、トップ10とか、トップ10。トップ10かっこ笑いですね。こういう感じだと。まだあるよ、まだあるよ。ちょっとね、はい、ちょっと違う気分になりたいときは、うん、うん。まあ、どっちかっていうとこれ歌いたいに近いのかな、うん。っていう曲になると、クリスマスと黒いブーツ、親愛なる母へ、ヘッドライトの枠の取り方が活かしてくる。はい、まあ、螺旋階段、スイートミルクシェイク、水、色、イチゴ水、スイートデイズ、風になるまでフリンジ、ライラック、海を探すクレイ、綺麗な首飾り。15歳。皆さん今バグ技を使ったんですよ、この。もう全然10曲とかじゃねえけど。枠を作りました。でも枠作っていいって。枠作んないと選べねえもんって。卑怯者ですよね。でも枠作っていいって言ったじゃん。言ったっけ？言ったよ。難しいから枠作っていいですよって。状況。カイジが対戦する相手並みに卑怯ですよ。いや、もうね、ほんとね、状況？こんな時って、っていう状況を作んないと選べない。もういや、それでいいんだ、全曲でしょ、はっきり。うん、だから全曲いっちゃったらさ、わけわかんないじゃん。当たり前すぎて。今言ったことも私にとってわけわかんない。なんでこいつ、ここにして、絶対ごめんなさい。この人じゃねえや。人じゃねえや。人じゃこの狼。いやいやいや、マジでそういう。要するに、ブランキーのことをもうとにかく吐き出したい配信だから。知ってようが知ってまいが。まあ、その第一弾が瞳濃く、私。まあ、そういうことです。そういうことです。そういうことです。なんで、ね、次回は誰か。次回は誰だろう。マタロさんから。気をつけてください。この人、すごい、すごい。そんな判定を今。はい。もう、言い残すことはないですか？ありますよ。大文字でね、多分、配信画面にありますよ。ありますか？いいよ。あります。あとね、ごめん。10番目、はい、10番目の質問があった。まだごめん。10番目の質問は、その、ブランキー、まあ、ブランキーにまつわる、その、ことで、なんか印象に残ってることとか、そういう曲以外で、なんか、その、インタビュー記事を読んで、何これみたいなとか、その3人のエピソードみたいな。じゃあ、ある。なんでしょう。多岐にわたる。わけでもない。どういうことだ。リアラジードク黒フル関係ないね。インリンオブジョイ関係ないね。あの逆にそのん印象に残っていると、うん、そのインタビュー記事で引っかかったこととか引っかかったこと何でもとか別に面白いとか面白くない関係なくて自分的にすげえなんか印象に残ってる。ああ。じゃあ、ブランキーしてロメオするじゃん。うん。ロメオ？その時って音楽聴くじゃん。うん。
でね、見た目とか、はっきり言って知らなかった。ああ、全く見た目も知らなかったんだ。そうそうそう。で、逆にダダさんに聞きたいんです。はいはいはい。私が後でお姿を、うん、ブランキージェットのお姿を、うん、感じ。え、いかつこんな人が歌って、こんな人たちが、あ、はいはいはい、作ってる感じだったんですけど、はい、最初にそのダーダーさんが見たとき、うん、出てきて、ブランキージェットって気になるな。うん、私の感じで、意外でもなかったけど、え、なんかその、タトゥーとかバリバリ入れてるし、なんかいかついし、うん、感じで。え、さ、こんな歌詞をこの人たち。そう。もう一緒だよ。曲を。俺ね、その歌詞と見た目が同時に来たからめっちゃインパクトあったんだよね。一番最初多分見たの本当に、キャットワーズデッドなんだよ。バリバリのリーゼントで、上半身裸でさ、サスペンダー巻いて、革パン履いて、猫が、あ、革パンじゃなかったな、そんな破れたジーンズだったけど、いきなり猫が死んだっていうとこからさ、入ったから、そう、子猫が死んじゃったんだっていう歌をね、あのルックスで歌われてた。ドギモを抜かれたね。なんだこれはって、もうなんか、何も判断できない状態になったね。やっぱインパクトはあったですね。慣れとかではない。ないね。え、こんなの見たことないだよね。いないよ、こんなのくらいの。いないいない。え、そうですよね。うん。いきなり猫が死んだ、僕の大事にしてた子猫が、リーゼントバリバリの上半身裸のヤンキーみたいのが歌ってるみたい。で、そうなんだ。だから、私の年代から見ても、なんか、いかつって思ったんで。はいはいはい。その当時の方たちって、なんですよ、イメージで言いますよ。うん。なんか、別にね、パンチパーマで、なんですか、ろくでなしブルースじゃないけど。はいはいはい。ヤンキーはヤンキーらしく。なのかな、ヤンキーはヤンキーらしく。慣れてらっしゃるのかな、ね、思ってた、だった。やっぱインパクトはあったわ。あったあった。それはあった。インパクトはインパクト。もうめっちゃインパクト。あ、じゃあ、乱行で竹丸がみたいな感じでは、なんか、あ、やべえ。何？なんて？なんかぶっこみのタクみたいな。まあやめときましょう。やめときましょう。いや、まあそもそも、まあ、ビーバップハイスクールの世代だからね。パンツ下ろされたりして、ね。だからパンツにこだわるんです、ね。こだわってないよ。はい。いや、私が引っかかっ、まあでも、それは、白梅さんの思い出で、特に、彼ら自身の何か、なんていうのかな。なんか、言ってることが、うん。ストレート。ストレート。そのまんま。だから、それこそその世代で曲聴きたいなら某なんたらチューブとかで見るわけですよね、うん、私、うん。そしたら、撮ってるんです。インタビューじゃん。ある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 。ちょっとヒヤヒヤするでしょ。その感じを言いたかった。やべえ、なんか言っちゃいそうみたいな。ヒヤヒヤするよね、あれね。緊張感いきなりあるよね。うん。なんか機嫌よく話してるな、みたいな感じだった。いや、ど、目に見えて不機嫌。そう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 。どこでこれ切れちゃうんかなみたいな。大丈夫かなっていうヒヤヒヤ感はある。今あるかわかんないですけど、どっかで私、その、ちょっと切れた場面見ちゃったんですよね。あ、本当に？あったんだ。ちょっとぼやかして言うんですけど、うん、その、例えば、作曲解散寸前。うん。解散。寸前の時。浅井健一さん出てらっしゃる。うん。この人、見てたら。うん。
か楽曲のこと、こういうタイトル、こういうタイトル。はいはいはい。ね、みたいな感じ、こうしていった中で、いろいろ突っ込まれて。楽曲一つ一つ突っ込んでったと。うん。で、一つ一つ、普通に受け答えしてらっしゃるんですけど、あると。うん。本当にね、失礼な話。同じ感覚で話。例えばタイトルってすごい、うん、冷麺だと。はいはいはい。あります。はい。で、あ、冷麺、なんどこのタイトルって思うかもしれない。うんうん。かっこいいじゃないですか。うん。で、聞いたこともない司会者の。あー、知識が全くほとんどないような人だったのか。でも、冷麺みたいなって言ってきた。うん。普通に、あ、なんかムカつくな、みたいな感じで。へぇー。切れた。普通に切れてたんで。おぉ。そう。で、今の感じからすると、その普通に切れたとこって見れないじゃん。うん、ないないない。結構、録画なのかな？生放送じゃないけど、でもなんかそれ映しちゃう。へぇー、生だったのかな？どん。いや、生なんてほとんどない。へぇー。なんでこんなタイトルなんすか？みたいな感じで、茶化したのかね。多分その茶化したと茶化しても普通に受け答えはしてたんですよ、うん、確かに。でもねみたいな、うん、だんだんイラついてきたんだね。でもだんだんイラついて ぼやかしてつうか、多分ね、なんか知ってるこれピンと来るかもしれないんですけど、うん、自分なりにぼやかして言うと、うん、そんな感じで言ってたらおきれになられました。まあたまにね、そうやって切れるっていうような話は聞いたこともあったよね。なんかロッキンオンジャパンと仲悪くなったとか、なんだっけ、そんなようなことも見ましたよ。なんか普通に歌詞で腐ってないって言ってた。うん、言ってる。あるね、あるね。それもうシャーベッツの時だね。38スペシャルだね。なんか腐ってないって普通に言ってたから。あれの言っていいんだ。ねえ、まんま言っちゃってる。あるある。シャーベッツもいいんでね。みんな聞いてみてください。いいのわーってな。そんなんあるんだ。ちょっと見てみた。探してみよう。ま、ちなみに、あ、ごめん。大丈夫？いや、大丈夫。大丈夫ですか？ちなみに、俺がすげえ一番印象に残ってるのは、やっぱりイカ天時代まで遡っちゃうんだけど、4週目かなんかのチャンピオンと挑戦者との対決の時かな？三宅裕司が、その相手のバンドがね、有機生命体っていう、ちょっと女の子がボーカルで、ボンテージっぽいような、色気を醸し出してるね。バンドだったんだよ。で、三宅裕司が、この色気に対抗するあなたたちの持ち味は、みたいな感じで、浅井健一にこう、振るのね、ベンジに。その時に、ベンジが、その色気に対抗するあなたたちの持ち味は、って言った時に、正義。正義って言ったのね。それが別にふざけてる感じでもない。もうバリッバリ本気な。まあ、気合い入れてはいないけど、すげえ冷めた感じで、正義。これがね、俺の中ではね、たまらんかったね。色気に対抗するのは正義だってね、もう俺はずっとそっから成長してません。わかります。めっちゃかっこよかった。周りは笑ってたけどね。すげえと思っちゃったもんね。いや、そのまま言ってるんでしょ。そう、そのまま。うん。わかります。かっこよかったんだよ。ぜひね、みんなも探してみてみてください。てか、らしいっちゃない。らしい。ああ、もう。スリーサイズってなんだろう。あ、自由って歌もあるね。自由って歌もある。うん、いい歌だよ。はい、そんな感じで全ての質問は終わりました。これで、はい、まだ白梅さん的に話し足りないこと、話しておきたいことありましたら
話しちゃってください。何でも、何でもいけますよ、俺は。じゃあっていうか。じゃあ。では。どう？はい。時間使えるか。時間？いつまで？できれば、まあ、そろそろ、って感じですね。締めようかな、くらいの感じですね。まあ、でも、まだ全然、やれることはやれます。全然。いけるよ。じゃあ。じゃあ。我がターンになっちゃう。ん？私のターンになっちゃう。いいよ。白目さんのターンだ。こっからは。じゃあ、あと2分で更新できますって。あと2分、了解、了解です。ありがとうございます。そうはね、やるなら更新します。あと1分。適当に遊んでっていいですか？じゃあ、こんな機会に、ちょっと休憩しようか。休憩。一服していいよ。ポタポタ焼き食べていいよ。俺はコーラを飲むわ。ブランキーとクランキーって似てないって言ったら殺されます。クランキーはクランキーコンドルかな。わからない。ジェネレーションギャップってやつか。そうだね。きっとそうだ。クランキー、クランチ。何でしょう。なんすか？炒めしトレンディーすか？クランキーコンドルっていう、スロットが昔ありました。白目さんの3製造。私は10、10、10です。ガリッガリです。あ、じゃあ、10、10、5000。はい、終了。バスト、ウエストヒップ。10、5、5、5000、10、5万です。意味がわかりません。想像もできません。浮かび、ドーンです。浮かびません。ガンボッドーンです。はい、じゃあ、更新させていただきます。少々お待ちください。少々お待ちください。こんなんで出ましたけど。うんっつった。あ、やっぱジェネレーションギャップだ。こんなんで出ましたけど、ね。すげえ更新楽になった。大丈夫です。はい、更新。てか、トイレ行ってくる？いやいや、大丈夫なんですけど。はい。この流れで続く感じにはなったんです。そちらの状況的に続けて大丈夫なのかというと、うん。そう。よくわかってない。大丈夫だよ。なんだ、イベントの時間制限があって、今日はもう1時間を使いましたっていう。3時間制限の中の1時間をもう使いましたっていうことで。はい、まあ、最低でも1時間くらい取っとかないと。今日の夜できないなっていうね。では、そちらのブルブルブル。今ね、ダーダーさんのことをクソみたいにこき下ろしてる。よくわかんないです。大丈夫かなって気なんか使ってません。大丈夫だよ。すべて OK。してます、ダーダーさん。何を？大丈夫です。うさぎってね、なんか。寂しいと死んじゃう？いや、集団になると熊をも殺す。よくわかんねえけど。ウサギが威嚇するのは知ってる。どう威嚇？やっぱキャラ付けって言っていいのかわかんないです。ウサギキャラの人と、そういうので言われたら、はってなるんでしょ。あ、今その情報、ありがとうございます。あ、やめておきましょうかね。よくわかんやめておきましょう。何言ってんだ。何言ってんだ。これを次の私のキャラ付けに付け加えるぽよみたいな感じでやるんです。いや、そもそも白目娘さんってウサギだったの？あ、違いますよ。で、何の話だ。飯食ってなんてとし漫画読んで筋トレする。大和なでしこだぽよ。金髪なでしこ、罰金です。パツキンのチャンネルです。ちなみに、これは、なんか、書いて。なんて？元は、書いていただいたやつのアイコンの、なんていうの？このなんかさ、ほら、言っていいですか？ダダさん、ちょうど。うん、全然いいよ。のりこさん書いてくれた。
そう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 、そう、それを今なんてって言われたんで、あの、こういうのアイコンとか言うじゃないですか。はいはい、うん。そのアイコンとか言うのが私、その、ね、若輩者なのに、なのにというか、うん、うん、その、なんていうかな、横文字 横文字苦手で、うん。アイコンって何なのさ、で、あ、最初わかんなかったってこと？そう、機械と詳しいじゃない。パソコンとか、うん、とか言うと、うん、ヘッダーとか。だって、あれだもんね、ツイッターのコメントがフォロワーさんに見えてるのも知らなかったもんね。よく知ったな。あ、言ったか。話したじゃん。白梅さん、ちょっと前までね、自分のコメントがフォロワーさんに見えてるの知らなかったんだよ。まあ、見えてようが見えてまいが変わらなかったんですよ。すげえ暴言入ってるな。ボロッカスに言ってますね。すげえ。それこそ、何？もう俺もでも最初ツイッター始めた時はそんな感じだったけどね。誰が見てんのこれみたいな。誰が見てんの？誰も見てねえんじゃねえの？そう。だから、キャラクターとかわかんないんですけど。え、絵がどうだの？知らん。腕だろ、腕とか言ってた。腕、腕っつって。わかんない。俺もねえけど、腕っつって。俺じゃない。あ、私も腕、腕え、それで？それで？で、その、横文字とかよくおっしゃられ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 るじゃないですか。うん。られられられる。何？ヘッダーとか。うん。ライブ配信とか。うん。知らなかった。何のこっちゃと。全然横文字じゃないですけど、更新。うん。用語が分かんなかったと。そう。で、ブランキー・ジェット・シティというのはまあ分かるんですけど、横文字というか、カタカナ語でも。ただ、その、なんですか。デジタル的なことで皆さんが言うじゃない。デジタル的なことで言う。どういうことだろう。あの、機械に弱い。オキュラスなんとかって言うじゃないですか。ああ、オキュラスリフトとか、うん、クエストとか、なんすか、新作ゲームみたいな感じでずっと聞いてるわけですよ。はいはいはい。配信のね、うん、時のコメント。うん。何々が、何々で、なんか、何々が、うん。もう見て、みんな、うん。頭がいいんだな。関係ないっしょ。重い。頭がいいとかじゃないね。もしもし？あれ？あ、また切れた。あれ？白目さん、切れちゃったよ。もう一回通話かけます。白目さん。白目さん、切れちゃった、また。もしもし。あ、どうも。また切れちゃった。ヘプバーンで切れた。多分、なんかあんだろうね。1時間くらい経つと自動的に切れる何かがあるね。うん、多分、そういうのも含めて。どこまで話したっけ？これがデジタルな。みんな頭いいとかじゃないよ。そうなんですか。そう、だから多分知ってるっていうことは好きで調べて分かってるだけだから。ただそれだけだよ。なんか、例えば作業配信とか見るわけじゃないですか。うん。ああいうの好きなんですけど、分からない。はいはい、で、なんかその、線がいろいろあって、うん。例えば 3D の体を作るとき。はいはい。ここがこう引っ張って引っ張って引っ張って、要するに、いや、要さないな。線がいっぱいありますよね。その体に。なんか、緑色の、うん、要するに絵で言うと十字線みたいなやつが、十字線がいっぱいある。うんうんうん、ワイヤーフレームだ。で、そう、ワイヤーフレームっていう。ワイヤーフレームがあって、骨格を形成するというのが、うんうんうん、で、ああ、これは自由度が高いなってのは、なんとなく経験上わかる、ね。うん。それを、動かす。はいはいはい。テクスチャーっていう。はいはいはい。うん。
が貼り付けられない。はいはいはい。っていうのを、単純に貼るんじゃないとか、こっちはね、うん、思うんですよ。うんうん、貼ったら、うん、想像ですよ。想像なんですけど、うん、貼ったらどんな、例えば、貼ると、のっぺりして、横から見たらおかしな。下から見たらおかしな。そうね。っていうところで見る、悩んでるのかな、と想像するんです、うん。そうだね。結構初期の頃に、はまるところではある。例えば単純な球体とか、円柱とか、四角、キューブとかだったら、気にせずペタって貼っちゃえたりもする。だけど、こういう体、複雑な体になっていくと、歪みっていうのがどうしても出ちゃうんだよね、ペタって貼ると。うんうん、そのために、UV っていうのを展開するの。要するに、この皮を剥いだ形、皮を引き伸ばしたような状態に、こう、ペターってね、伸ばしていくの。そういう作業をして、テクスチャーに書き込みしやすいように、皮を剥いでペターって広げる。四角に広げていくみたいな。そういう作業をします。四角に広げる？うん、なんていうの？テクスチャー、要するに平面に書くって四角じゃん。三角形じゃないじゃん。要するに紙に書くときって四角の紙に書くでしょ、はい、三角の紙には書かないよね。丸い紙とか。だいたい四角の紙に書くじゃん。はい、はい。その四角に広げる感じ。よし、正直に言いましょう。はい。わからないんで。うん。例えば。うん。スネ夫の紙を、うん。よくあること。はいはいはい。はいはい。正面から見て。はいはい、はい。あのスネ夫の紙。わかるわかる。で、横から見たら、はいはいはい、違うじゃない は, はいはい。でも、紙に書くと、うん、スネ夫のあの、紙、はい。なんだろう、変わらない紙。わかるわかるわかる。わかるわかる。それね、そこを、うん。3D モデラーが一番悩むところなの。やっぱそうなん、例えばスネ夫じゃなくて、明日のジョーとか、あと、カイジの顎とか、うん。ああいうのね、すっごい悩むとこなんだよ。要するに、漫画って、ね、立体的に描かれてないから、正面と真横ってもう全然違うものなんだよね。はい、そうそうそう。それを 3D に起こすっていうのすっげえ難しかったりする。みんな悩む。まあ、コメント見、ってことは、うん。ってことはですよ。うん。突拍子もない、聞いていいです。はい。まあ、遊びの時間なんでいいでしょうか。うん、はい。もうブランキー終わり？ブランキー終わった？終わってないですよ。終わってないですよ。ブランキーの話、これ行くの？私の心もあなたの心もまだスーンクレイジーです。まだスーンクレイジーはこれからクレイジーじゃないの。お、やめたいという気持ちがひしひしと伝わってくる。ちょっと、早くブランキーの話言ってよ。やってちゃうやつが、質問をしたかったので。で、はい、ちょっと聞きたかったことって、申し訳ないね。あ、いいよ、はい、はい。無理やり。浮世絵ってあるじゃない、唐突なんです。あ、はい、はい。はい、はい。ください。はい。浮世絵って、漫画絵。うん。要するに明日のジョー。うん。要するに漫画絵です。うん。で、ってことは、その、バーチャル YouTuber とか、うん。ダンダンさんがやってらっしゃるようなっていうのは3D モデルのか、そういうお仕事、うん、そうだね。そう、関わる作業。うん。3D モデル。っていうのは、なんだろう、2次元、3次元とかじゃなくて、分かたれた道だと。ん？別ジャンル、最初から。3次元。要は、浮世絵ってあるじゃない。うん。あれ平面に書かれた紙です。うん。平面に書かれた紙っておかしい。平面、うん、平面。紙に書かれた平面の絵です。2D。そう、2D という。うん。縦軸と横軸しかないよね。そう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 。で、ディズニーキャラクターいるじゃない。うん。あれって絵に書かれてるんですけど、造形的に多分ですよ。うん。今の 3D 技術とかじゃなく、昔に書かれた、例えば、セル画なの。ああいうのって、うん、多分、どっから見ても同じ形になるように設
てるはずな。ああ、なんか見えないところも書いてる。そっち路線かな？うん。あったら？それが？が、うん、要するに。もしもし。もしもし、はいはい。要するに？要するに、その、やっぱり、二次元に書くのと、うん、3D で表すのって最初から考え方違うのかなーって。いや、だからベースは一緒なんじゃないの結局。まあ。え、でも 2D がなかったら 3D にはならないからね。まあ、例えば平面に書いたものを 3D にするときに一番悩む。うん。多分。うん。そういう、だから作ってる最中に矛盾が出てきてしまうと、まあ矛盾じゃないのかもしれないけど、ドンパッチの正面と。まあスネ夫の本当に正面と横の髪型っていうのをこう立体的に起こした時にどういう形になるか。要するに、斜めにした時にスネ夫に見えるかとかさ、うん、後ろから見た時にそれはスネ夫なのかとか、別の角度、見上げた時にちゃんとスネ夫なのかっていう問題が出てきちゃうよね。3D モデルにした時に、急に。それ、それ？それって、うん、3D って変な話、逆に気にしなくてやれるもんだと、気にしてるんだと。いや、気にしてる、気にしてる。すんごい気にしてる。まあ、気にしてるっていうのは、結局、まあ、これは大人の事情もあるんだけど、反も、そういうね、有名な IP に関しては、IP っていうのはそういう、キャラクターもの、権利を持ってる、権利があるキャラクターものだと、要するに、版元っていうのがあって、その権利を持ってるところね、小学館とか集英社とか、はいはい、そういうところのチェックも入るわけ。そこが納得しなければ、ダメっていうね、まあこれは大人の事情なんだけど、作ってる人の気持ちは関係ない。っていうこともある。まあでも個人で作ってってもそこら辺の矛盾っていうのは、どうしても出てきちゃうと思うね。どうしてもこれ、理想のスネ夫にならないよ、みたいな気持ちにはなると思うよ。作っていくと。だから、やっぱ 3D の強みっていう感想です。強みなのかね。どんなのかね。弱点でもあると思うけど。だって最初から回して見れるというのは。なんで、っていう、そう、最初からオリジナルだったら別にいいんだよ。どんな形でもね。もともと、確かに描かれてる、もうすでに存在してる浮世絵を真似するとか、キャラクターを再現するって言った時に、おかしいことになるよね。うんうんうん、完全そう、ね、そう、完全に全く、まあ、無の状態から自分で勝手に作り出すんだったら、もうどんな形だって問題ないよね。考えなくていいと思う。まあ、作っていくうちに考えちゃうんだろうけど、ぐるぐる回しながら作っていくうちに、まあでも、そうね、最初に自分が 2D でデザインしてるかどうかっていうのも、あると思う。ありがとうございます。はい。ええ、なんか、ずっと疑問に思ってた。もっと、そう、何もなかったら自由にやっていいはず。悩まずにね。だから最初にいきなりスネ夫っていう題材があっちゃうと悩んちゃうと思うね。そうです。最初に、だから、2D のあの絵があるか、違和感はあるけど、うん、3D で作っちゃうと多分最初、こっからでも回してみるか、ああ、正面から見たらこんな感じだよね。違和感。正面から見たら横に出なかったりするからね。あ、全然見えないんだ。まあまあ。強みだな。それが知りたかった。ギューンって曲がったような髪型になっちゃうかもね。曲がったリーゼントみたいな頭になっちゃうかも。やっぱ面白いな、うん。いや、そこら辺はね、3DCG やってる人たちはすごいぶち当たるとこだったりしますね。ぶち当たるな。うん、自分でデザインしたものだとしても矛盾が起こってきて、うまいこと決まらんなっていうのはあるね。面白い。
個人的に面白い。ありがとうございます。いい。で、ブランキーの話は？いいっすね。そりゃそうだ。だいぶ脱線してるけど。質問。あ、で、赤いタンバリン。赤いタンバリン。サタデーナイト。ザザさん、あんま好きじゃない。そうなんですよ。サタデーナイトはあんま好きじゃないですね。唯一って言ってもいいかもしれない。ブランキーの中では好きじゃない曲です。どういう？ああ、それはもう、サタデーナイトが発表されたときは、解散するっていうのが決まってたと思うんだよね。確か。だからね、もうサタデーナイトはもう、ほんと終わっていく感じしか俺の中では印象なくて、何もう未来は感じない。ブランキー・ジェットシティの未来っていうのがもうそこでなくなっちゃったみたいな。もうバイバイって言ってるような曲に聞こえる。だよね。悲しい曲。俺の中で。終わってほしくはなかった。あ、もちろんもちろんもちろん。もちろんもちろん。終わってほしくなかったね。だから俺、だからっていうか、なんて、俺、ラストダンスっていう、その最後に出たツアーのアルバムがあるんだけど、買ってないもん。で言ってました。そう、買ったら本当に俺の中で終わっちゃうみたいなね、感覚があって、ラストダンスっていうツアーのアルバムも、ビデオも買ってない。それだけは買ってない。全然買う気には起こんなかったね。それくらい好きです。なんか、結局最初から追いかけてライブに持ってる人、陥る心境ってそういう感じ？どうなんだろうね。まあ実は俺、ブランキー・ジェット氏のライブには一度も行ったことないんだけどね。まあ今まで、まあない感覚だよね。もう、なんか意地になってる感じはあるね、自分の中で。あれ？ああ、やっぱ、うん。はいはい。はい。一度も見てない。ちょっと、まあ気になって、例えば、ラストダンスか。うん。今でも。見てない。まあ見てないっていうか、まあ、たまに、その、YouTube に上がってるやつって、チラッとなんかあれば見ちゃってるかもしれないけど、それくらいかな。部分部分。そう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 。うん、大体投資なんて上がってないんで。まあまあまあ。まあまあ、そうっす。うん、てか、全部なんて上げないわ。消されるわな。消されるわな。あとね、あ、ラストダンス良かったんだ。バニッシングポイントっていうドキュメンタリー映画もあるんだよね、確か。解散した後に出た。それも興味あるけど、見てないね。バニッシングポイント。なんだ。バニッシング、ああ、そういうドキュメンタリー的なやつ。そうそうそう、ドキュメンタリー映画だ、みたいな、だったと思う。ブランキーの。ブランキー自身、ブランキー・ジェットシティの。うん。なんか、前に。うん。うちだった。他の方で、だいぶ昔になる。うん。なんか、ギターをやってたかな？ん？やってたやつは見たんで。ギターやってたやつが見た？そうそうそう。ベンジーが、うん、だって、だいぶ昔に実家かなんか、チラッて見たような。それでは、うん、ん？あ、白目さんは見た？いや、わかんないですよね。それがバニシング。ポイントだったかわかんないけど、なんか映像見たんだ。うん。なんかね、線路でき、線路違うのかな。線路で、ベンジーがギター弾いて。へぇー。そんな別か。わかんねえ。かなりね、なんか俺もチラッ
となんか見たことあるんだけど、てるちゃんがかなり厳しいことをコメントしてるような映像を見たことあるんだよな。なんか、そういう場面。内容覚えてないんだけテレさんって、ど。うん。やってるじゃん？やってる？ないですか。ベース弾いてるじゃないあ、ですベース、はい。か。思うのが、と聞いてるんです。YouTube 出してするんです。はい。てるちゃん、YouTube に動画上げてる？いや、曲上げてました。へんで、え。うん。それで思うのが、なんか癖がない人だなって最初思って、俺って言っちゃったけども。そしたら、なんかでも聞いたら、あっぽいな。やっぱ癖なんです。なんかね、ベース。一番、なんていうの、ガッチガチなのが、てるちゃんっぽいよね。なんかでんでんでん、なんて言うんだろう。この感じ。ベースの。そうそう、ベースのリフがかっこいいのは多分、てるちゃ一番そう、なんか、ガチガチっつうん。うん。のが。あ、わかるって。聞いて一発でわかる。だから、結構ね、ノリのいい曲とかロックンロール系は、てるちゃん作ったりしてるんじゃないのかな。で、ベンチが本当にやりたかったのは、やっぱシャーベットだったんじゃないかなっていう感じはするよね。もしもし。もしもし。あれ？もしもし、あ、いた、いた、いた。聞こえますよ。そう、だから、ベンジーがやりたかったのはシャーベットだったのかな、みたいな感じはすごいする。優しい曲を歌いたかったのかな、みたいな。なんか、ブランキーかなんかの曲を上げられたときに、シャーベツの、両わ方かあんなる。いけど。シャーベットとシャーベットと両方あるよ。どっち？なんか、どっちかだったと思うんですけど、どっちにし ろ、なんか曲を上げられたときに、今の方がいいけどなってなんとなく言った言葉を私覚えており、やっぱ、そう思ってんだな。現在進行形でやってらっしゃる方だなああ、と。でも、ベンチーは常に今のアルバムが一番かっこいいよって言うね。言いますよ ね。言う言う。今度出るのが一番かっこいいみたいな。それは常に言ってる。だから、今この時間で言いますけうん。ど、意外とびっくりした。びっくりしアた？ニメのエンディングだったり、オープニング曲だったり、歌ってらっしゃった時が、と思って。ああ、そうね。最近で言うと、ノーガンズライフっていう、頭が銃のやつのアニメのオープニング歌ってたね。栗山千明さん、そうそうそうあそう。れの曲作って提供した。コールドフィンガーガールね。栗山口千の明。入り口には、そう、あの曲もかっこいいよね。あれなんかぽいなと思って、でうん。も歌ってる人違うから違うんだなと思って、作ったのが、そう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 。本人もね、歌ったりはしてるけど、あれはレベル E っていう、ハンターハンターの作者のアニメだね。のオープニングで使われてるね。あれをだから、なんか知ってなこの感じって思った、最近知ったんですけど、そうあ、なった。うん、わかるわかる。でも、あ、これブランキーの曲じゃねって思うやつは、思いますうよね、ん、あ思れう見て。わ、だって歌詞とかもそうじゃないですか。うん。うん。街の入り口にはお牛のスカル飾り。あとね、ベンジ結構繰り返し歌うね。繰り返し歌う。コほールド、ら、コールドやっフィぱンガーこう。ガールもコールドフィンガーガーの後もコーフィンガーガーみたいな。繰り返すし、なんか別の曲でも、なんか聞いたことあるフレーズみたいな。言葉、単語とか。並び方がね。並び方が。うん。くどくないんだよね、ほんと。くどくないし、そして今言えることがあると、何この気持ち悪いやつだって思われ。思ってないよ。もうそろそろみんな疲れてきたんじゃない疲れる。疲れてしまう。もう何のこっちゃって分かってる人、もうほとんどいないかもしれないからね。マタロウさんしか。いなくていいんじゃない？
いなくていいもん。そう。今になってエンジンかかってきたの知ってます？マジで？1時半になって良い子は寝てる時間でしょ、悪い子しか起きてないんですよ。つまりエンジンかかるじゃないですか。ざまびろこの野郎どもって。俺はもうそろそろいいかな。話し尽くしちゃった。なんかある？なんか言いたいことある？まだ。ちなみにブリーチのエンディングも歌ってる。あ、ブリーチはなんだっけ？ブリーチはなんだっけ？あ、なんかあったね。マットサーファー。マットサーファーじゃね。マットサーファーじゃない。サーファー。なんかそんな感じの。サーファーだった気がする。なんかフレーズは覚えてるんですか？マットサーファーだ。街の入り口。マットサーファーでもなんだっけ。違う。やべえな、カズノグさんが起きてる。マットサーファー全然、スイートデイズ、スイートガール、スイートスモーク。いや、全然思い浮かばないぞ、メロディーが。スイートデイズ。ドライブギガールズタトゥー、パスパスの髪、ハイエース、ダッシュボード、足投げ出して、ダウンタウン抜け出して、別の世界、イエスウォーリー。ギャングアボーイ、ヘッドシェイク、ビッグウェイブパワー。全然浮かばない。で、ノーガンズライフでした。ノーガンズライフ。あれの時のオープニング曲聞いたんですよね。はいはい。ああ似てる？相変わらず容赦しねえなっぽいな。安心します。あれ、ノーガンズライフはなんだっけ？インターコンチメンタルキルス。インキルなんですか？ああ、そっか。まあ、そりゃそうか。あ、ただね、なんか最近脱退しちゃって、はいはい、インターコンチネンタルキルズから、誰だっけ？ドラムの人だっけ？脱退しちゃって、なんか、急遽ツアー組んでたのに、シャーベッツのツアーになるみたいな。え？あ、そうなの？うん、らしい。で、バンド自体が組み変わっちゃった。そう、もう変わっちゃって。シャーベッツフィーチャリングシャローウェル。シャローウェルっていう、インストゥルメンタルのアルバムが出たんだけど、シャローウェルっていうのは、なんかね、中身が誰とかっていうのが、公にはされてない。今日買ったけど、俺。今日買ってきたけど、買ってきて、聞こうとしたところ。だから、インストゥルメンタルが、メインのライブになるのかなみたいな。インストゥルメンタルメイン。うん。ああ、でも歌あんまないのかなみたいな。そのアルバム自体は最近じゃ一切歌ってない。シャローウェルっていう。レッドビーってどれですかね。レッドイットビー。レッドイットビーじゃない。レッドになっちゃう。レッドビーかなんか。レッドビー？シャーベツ。ユシンさん50カウントありがとう。レッドビー？何？なんだろう。レッドビー？英語？多分、ベンジーが来てるんですか。テディベア。歌って聞き取れない。なんだろう、レッドビー？違う？あ、ポンティアックスだ。レッドビー。ポンティアックス。レッドビーわかんない俺。レッドビー、ハニービー、オンダーフラワー3。そう、それ。レッドビー。俺これ知らないかもしれない。この歌は？かっこいいの？こいつがぽいなって本人が、俺もそりゃそうだ。本人が歌ってるよ。そりゃそうなんだ。偽物じゃねえからっていう。うん。とび、なんか、知的に、前からそうなんです。気になります。うん、なって、最近というか、なんか、
どう言えば何バンドで違うっちゃ、やっぱ色が、本人が。そうだね。やっぱ色は出してるよね。シャーベッツは本当優しくて、すごい、なんていうのかな。本当絵本になりそうな世界観の感じの曲が多い気はするし、ポンティアクスはまたちょっとハードな感じだよね。ユダもあって、インターコンチキルズもあって、すげえやってるけどさ。知らん人は本当何のこっちゃか全くわかんないよね。なんでそんなにバンドやってんのみたいな。こうやって、まあね、ボーカルの浅井ブランキー所属してるとき、まあ辞めてからも、いろんなバンド所属してるって。ね、そうね、アジコ、ウーアーと一緒にアジコやったりね。うん、桜子ご視聴ありがとう。そんでもって、色が違うって、こうやって偉そうに言っときながら、聞いてるとたまにどれがどれか分かんなくなるときが。もうね、俺ほんとブランキ終わって、ユダ、ポンティアクスあたりからね、もうわけわからんくなってるね。シャーベットはなんとなくわかる。ついていけないくらい曲を出してるね。ほんと。ガンガン出してる。そう。一つ言えることは、どれもかっこいい。うん。で、今の時間、言うんです。うん。嫌いな曲ってあります？サタデーナイト？そういう感じの嫌い？それくらいじゃないかな。される。ビクビク。ん？殺されるかビクビク、誰も見てねえと思う。なんていうか、ダダダさんからの質問が来るって分かってた。うん、今度聞かれんじゃ。ああ、嫌いな曲ってこと？それ聞かないよ俺。そんなのは聞かない。私はあった？ある逆にさ、ん？逆に探してまして。あ、あるかなって。気づいた。気づいた。嫌いな細かいとこ探そう。うん。でも、いや、やないわっていう。なんだそりゃ。探してみたんだけど。ビク、その質問が出るだろうとビクビクしながら探してみたけど、やっぱないわと。無理やり言わない。ない、ないです。まあ、大概でもブランキー好きな人はないんだろうね。ないんだろうね。きっとね。サタデーナイトは嫌です。嫌いっていうのとはなんかちょっと違う気持ちではあるけど。聞きたくない曲かな。悲しいから。今度多分平気でと、平気だと。平気？ごめん、なんか、プチプチしてて、今度平気しか分かんなかった。今度、刺させないと横で歌ってあげますね。ああ、ありがとうございます。もう横に。別に、自分が、そう、まあ、大丈夫じゃねえかな。人が歌ってる分には。うん、本人じゃねえしっていう。あ、マタロウさんはダンデライオンがあんまり好きじゃないのかな。若輩者として言わせてもらえるなら、マタロウさんの言ってることはなんとなくは。うん、俺もわかる。その、なんていうのかな。世の中、その、なんていうの？一般大衆に向けた曲作りというか。そんな感覚はしちゃってるかな、俺も。もうデビューしてる時点でそれはなるんですけど。なるんですけど、まあ。逆になるんですけど、ブランキーはそういうくくりでもない。まあ、そもそも、ドラマのための
タイアップみたいなとこあったかもしれないからね。ダンデライオン自体が。なんで、もしかしたらそのドラマに向けて、主題歌として、あ、やっぱりそうなんだ。うん、作ってると思うから。より一般の人にね、伝わりやすい曲を作ったんじゃないかなっていう感覚はする。まあ、PV じゃないですけど、あるじゃないですか、ダンデライオンの。うん。あれでそう。岡村達也がガムを差し出す、うん、違和感はないけど多分バナナチップスだろうなっていうじゃない？うん、わかる、マタロウさんわかるよ伝わるよの、まあ、なんかっていうかっていうかその言っていいのかわかんないですうん、マタロウさんが良かったらまあブランキー聞いてる人たち大概そうじゃねっていう多分ね多分。もう、そう、ダンデライオンから入った人は別かもしれないけど。いい曲っていう言われたら私否定しないし、私もいい曲だ。歌いやすい曲です。歌いやすい曲。いい曲。私、好きかって、好きです。ですけど。うん。含みを持たせた言い方じゃなくて素直に はい、 いいじゃない次行くか次、まあそろそろね、でも2時くらいになってきてるんで、できればそろそろ締められるとありがたいですねじゃあそ二重の手を使う、どっちに、うん、何の手を使う、さんのそのブランキーぶつけて、やべえ、プチプチしててよく聞こえない、いやそのなんていう、じゃあ次行こうか、次じゃあそろそろ締めでみたいな感じで言ってきたので、うんダダさん好きな曲歌って終わってくださいダメだよ、カラオケじゃないから好きな曲こいつ狂った朝日が大好きです、狂った朝日が一番好きです、じゃあ私も親愛、親愛なる母へを歌うと涙が出ます、小さな恋のメロディー、ああいいですね、小さな恋のメロディーという映画を見たことがないなら早く見た方がいいぜ、いいでねこのクソグダグダした感じで終わります、それともリアリゾンの話します、それとも終わります、終わりますか、まあまたね、あ、じゃあ、いっぱい、ブランキー・ジェット・シーのことは語れると思うんで、一緒に語りたい、そう、語りたいっていう人がいたらね、語ってもいいですし、その時はまた3人で語ってもいいですし、そうですね、私じゃなくて、不特定多数、あるいは個人でどなたかね、なんか、こんな人みたいなやつ、今日来たんです。まあ、ほんとね、でもね、俺、配信、まあ、白目さんには多分ね、伝わってると思うんですけど、この配信をして、まず、この世界観で、ブランキー・ジェット・シーっていうのを感じてくれる人が現れたらいいなっていうのはね、すごい思ってて、伝わるだろうってね、思ってて、この世界を見たら。ちなみにリア・イゾンのこと全く知らないです。知りません。グラビア界の黒船って、かっこ笑いみたいな感じで。何が黒船なんだ、一体どこが黒船なんだいみたいな。知らん。どこの、どの部分の、どのところが、詳しく教えてくれよ、その黒船をよ、とは思ってます。はい。なんか別に興味ないです。はい。なんか、パッと頭に浮かんない。はい。で、ダダさん。はい。何話したっけ。まあだからね、多分ブランキー好きな人がこの世界を見てくれたら伝わるだろうなと思ってはいたのね。はい、で、まあまんまと白梅娘さんが引っかかってくれて、うん、で、まあ、いつの日か、しますよ、ブランキー・ジェット・シティだけについても、がっつり話したいなっていうのは思って、それがやっと叶った形です。白梅娘さん、本当今日はありがとうございます。はい、ラーメンおごってください。わかりました。今度、出会うことがあれば、ラーメンおごります。ジェットラーメンおごります。くそまずそうなんでいらん。ジェットで吸い込んでください。
マタロウさんも最後までね、ありがとうございました。なんでジェットラーメンって。なんでジェットラーメンって。すげえ勢いで組んだよ。2秒で潰れそうだな、これ。なんだ、その店。もう閉めらんねえじゃん。あとはね、あの、白梅のジャンに、ほら、皆さん、じゃ閉めらんねえじゃん、のジャンに、ね、白梅さん、ジェネレーションギャップ感じます。白梅さんは自分の配信このままやっていただければね、いいと思います。リアリゾンについてね。あ、嫌です。ということで、あの、皆さん、内容あまりわかんなかったかもしれないですけれども、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。誰か、くを。あ、今あれですよ。あの、バックで流れたやつですから、喋っててください。終わった？いや、だから、バックで流れてるから喋ってて。終わった？誰か、僕、おい。終わりました、終わりました。音ちっちゃくしとこうか。めっちゃちっちゃくしとこう。よし、音ちっちゃくした。ということで、引き続きイベントは続いていきますので、これからも皆さんよろしくお願いします。ということで、長い時間お付き合いありがとうございました。今日はじゃあ、ブランキー・ジェット・シティの定番のね、ベイビー・ベイビー、この曲でお別れしましょう。それじゃあ皆さん今日もかっこいい夢見て、おやすみなさい。寝てください。じゃあね、バイバイ。